お、明日。面白い。本番でこれはやばいよ。そうなんだよ、ね。はい、開始しました。これ、なったことがないんだよな、こんなの。まあ、明日までにテストをしててもろて、ブシニキ君には。ということで、ブシニキが配信ソフトにボロ負けしたので、僕が今日は、画面主やります。はい、はい、皆さんお待たせいたしました。あのブシニキが戦ってる間に今井さんはマックのポテトをこぼしました。なだれたよ。なだれてさ、急いでさ、バーって戻したの全部ケースの中に、うん、あの食べてる最中にさ、あのあなんかね出てくるんですよ、あのもじゃもじゃっとした。おけげがね、さて今日はどんな感じで揚げたてだったのにしますか。ごめん、それに関して言うと、俺マジでみんな来ると思ってなかったから。さすがに前日やぞお前。そういや、だからそれぞれなんか練習すっかなって思って、 あのとりあえずその我々は俺走ってるとこ見せてなかったじゃん、うん、あの俺が画面でやることってなかったじゃん、うん、だから画面出してなんかゴースト走ってっていうのでいいかなと思っていた、うん、僕らがゴーストだ。そう、僕らがゴースト。コーラも投げる。コーラ投げてくるゴースで。やめてくれ。最短で走りたいんやばい。いやでもみんな集まったし、普通になんかルームマッチかなんかでもいいし、普通にオンライン潜んでもいいし。じゃあ最初はあの僕がロビーあの部屋を作るんで、あの一旦さ5人でちょっと軽く鳴らそう。うん、あもう始める？もう始める。はい。マジでうまくいかねえと切れそうだ、マジでこれ、これほんと切れそう。ほら前日にやっとけって言ったやんけ。やってんねん。前日が今日なの。なんなら昨日もやってた。今日が前日。おわし今日やったぞちゃんと。ああそうだね、三上全員集合ですね本日は。はい、さあ部屋ロビー作りました。生活習慣改善したせいかめちゃくちゃ眠い。健康的。もう一回不健康なろうよ。なろうよ。やだーもう。え誰？梅ジャム？はい。でも新しい俺も入るよ。はい。あちょっと今ねレインボーロードやってるからちょっと待ってね。何やってんねー。何やってんのお前は。やめろや、止めろや。待ってすごい今。好成績やねん。知らんが。さてコメント来ております。明日への意気込みを皆さん聞かせてくださいということで、誰から行く？シロン君。そこはリーダーからじゃない、和田アキ子来たんだけど。アキ子来ちゃったよ。アッコちゃん来ちゃった。アッコさんがじーっとこっち見てくる。やばい。似てるでしょ。似てる。アッコさんや。え、これ。え、今井さん。なんかでも、画面なんかぼやけてないか、君。いや、これぴったりだよ。ほんと？うん。大丈夫。なんか、白の放送の画面がずいぶんぼやけてる感じが。今井さんの画質が悪くなった。俺の画質が悪いだけ？ちなみに今日は超低遅延でございます。右下の歯車で HD とかになってる。本当だ、自動で一番下になってる。なんでこれ。今井さんの設定やん。うんこやん、うんこやん、うんこですやん。もうやんだ。和田君以外にもね、いろいろね実はね仕込んできたんで、はい、今日はみたいですね。仕込んでもいいけど明日使うんだったらちゃんと許可取ってね。いや大丈夫です。あのこれは練習用で、あの体型も全部今井さんのミーに合わせてあるだけ。でもアッコさんはその体型ぴったりな感じするよ。あのねもう一つ作ったんだけど、こっちはあんまりね体型ぴったりじゃない感じがするんだよね、うん、いや梅ジャムのミーが しっかりと伸長されてる。出た出た。ハイリハイリ片桐？うん、そうだね。あのさ、ハイリ片桐ってなんかその
あの千葉新一が海外で3人って言われてる。でも今ねメンバー探してるっていう、そう入ってるっていう。はい、じゃあ、個人戦でルール通り行きましょう明日の。コンピューターは一旦なしでやりますか。はい、お願いします。そうですね、コンピューター折った方が雷落ちてきて分かりやすくなるかもしれないけど。そうだね、うん。でもコンピューターの強いも言うほどって感じだからな、もうここまで来ると。そうなのよ。じゃあ、おのおのが苦手なコースを練習する形で入れていきましょうよ。了解。苦手な、オッケー。超苦手なところ。苦手なとこね。俺エキサイトバイクとかめちゃめちゃ苦手なの。マジ僕得意あれ。なあ、何がダメなんっていうレベルじゃね。苦手。じゃあね、みんな得意だからさ、あれ。なるほどね。相対的にね。相対的に苦手になっちゃうわけだ。うんうん。走りやすいなと思うんだよ、すごく。じゃあね、でもね、なんか、何かね、ちょっとずつこう、やられるんだよね。ああ、来た。もう純粋な戦略ステージやんあれ。何かを失う。キノピオハイウェイですね。日野の2トンのトラックがしっかりと映ってる。いっちゃん初とかもなんもないつまらんコースやん。だからこそ腕が問われて僕は苦手なのここ。障害物避けながらっていうのが厳しいのよ。腕がない。ショートカットとかあると小手先の技術でね、いけちゃうから。あれ？小手先と言ったかお前。お前こんだけマリカやってて小手先という歌か。小手先ってそれは認識甘くないかい。もう今もトラックに引かれたからね私。それはシンプルにコース取りが下手なだけでは。君が下手なだけで。あ、今井さん何名前まで入りにしてるんだ。あ、お気づきになりました。はい、今気づきました。名前入りにしちゃったらわかんねえだろ。はい、そのせいで俺なんかずっとさ、今日昼間練習してたんだけどさ、うん、おそらくこうリスナーの方入ってきてそのままあの、あ、今井さんいないやつって抜けた。はい、入りで申し訳ない、入りだったから。あー、なに、あー、梅ちゃんか、宮城さん来てたんだ。おー、なんだ、やめろ、いたー、やめろ。なんで横から入ってくるんだよ、それは。はい、あげる。ミヤ君ひどいなぁ。あれ？に向かってそんなファイヤーボール。あ、前にいんのか。あ、俺ダメだ。なんかあの完全に寝起きでダメだ俺。俺も眠くてやばいんだよね今ね。その眠い二人より後ろにいる僕はどうすればいいんですか？それは君の実力ってことだったんだよ。君はトラックに突っ込まなければよかったの。もうだってスターテーブルになったもんねアイテムが。やべ、コインゼロじゃん俺。あぶね。スター吐き出させたよ、やった。てか、なんかめちゃくちゃ遅くない？あれ？弾なんかすげえ遅く感じんだけど。弾？ちょっと、みんなしっかりしてよ。あぶねー、あー、2だ2だ、あなんだよ。なんだよ。青コーラ飛んできたんねん。超怖かったわ。情けない声聞こえたな。おーっつってて。でしょ、もう一回。恥ずかしいところを見せてしまいました。あの、90年代のニコラス・ケイジの吹き替えみたいな声出てたから、マジで。シロン君、今日何、うまいとこ見せないと、あれで、他の参加者の人がもし見てたら、うん、あ、こいつは余裕だなと思われて、それは油断させればいいわけですよ。それは良くないな。良くないですよ。今日苦手なコースを練習するんじゃないの。全ての我々の手の内を見せて、その上で勝つのがかっこいいんだよ。あー、なるほどね。じゃあ次から僕はもう得意コースしか選ばないよ。じゃあ苦手コースを練習せっつってんの、バカ野郎。君の苦手コースをやれっつってんの。得意コースはやってても勝てんだから、うん、勝てるかどうか知らんけど、得意の歩道にもよるけど。みんなもうマシン一緒、タイヤも同性能の違う色のやつ使ってるだけだし。俺もうガチ練習で行くからね今日は。お、いいよいいよ、行けよ。喋んないよ。マジか
よ。僕も喋んないぞ、そしたら。あー俺あれだ。アシストオフにした。オッケー。あーバカチンチンチンポ。なんだ今。ちょっと待って待って待って。今の変なので、なんか今すものすごくなんかミスったの今。なんか出てきた。何言ってんだよ。バカチンチンポ出ましたね。バカチンチンポ言ったね今。うん、いつものことやろ、バカチンチンポ。あ、嘘。まあ、お父さんお母さんと、はいはい、バカチン配信を聞いてください。スバナナのすごい跳ね返り方して自分で投げたやつ引っかかったんだけど。あそれメカクッパで防げねえんだな。勉強になりました。あ、誰だここにバナナ置いたの。へへへ。しかし、あーもうだいぶ遠いな。やべやべやべ。おーもうマジぶつかってくんだよ、片桐の分際でよ。片桐の分際でしろんくん邪魔。くそー今の片桐の分際で。あー、海ジャムとぶつかった。何持ってる？まだキノコ、ファイアボールいる。あー、くっそ。しかも取れないし。な、どっかファイアボールあんだよ。何？いれー、赤コーラは大丈夫。あー、これはダメ。3連赤かよ。あー、まあ、あー落ちた、くっそ。あー、やっぱこれ失敗するとダメだな。今日はダメだ。リボンロードダメな日。はい、あーもうリボンロードほんとダメな日。ハイリは意外とリボンロード得意なんだな。ハイリは得意じゃねえだろ。ハイリは得意。ほんと意外とかでめっちゃ上手くなってんのがびっくりすんだよ。ハイリが得意じゃなくて今井さんが得意なの。そう、ハイリじゃないんだよ。お前完全別人格や。俺のハイリーと俺はお前あれやぞ、一心同体。どういうこと。知らんけど。でも俺今、ね、眠いかわからないんだけどすごいよ、5個くらいハテナ出てきたからね今ね。全然わかんなかった今。それは俺とお前とん俺がお前でお前が俺でってやつ。俺がお前でお前が俺で今井がハイリーだよ。今井はハイリじゃねえ。今井は今井じゃねえか。アルプスの少女ハイリ。少女でもねえし。アルプスでもねえし。あの雲はなぜ私を待ってるの。ねえ、俺の不得意なレースコース選ばれないんだけど、ねえ、練習させてよ。練習したい。僕はもうガンガン。面白いのが今日みんあ。なんだよ、喋れよ。スペコースばっかり選ばれる。やばい。メンバーの中に2人眠いのがいるからかさ、若干さ、あの会話のテンポのレスポンスが遅いよね、うん、今日ね。若干ね。間があるよね。確かにね。それも面白いって。それは確かにちょっと思った。ね、俺、あー、なんでこの溝に引っかかんの。昨日ね、あ、今日ね、テスト配信したんだよ。うん。うん、そしたらね、あのマリカやってる時マジ喋れねえ。あー、喋ってなかったね。あー。ここは頑張って喋ってもろて。おダメだ。あーもうダメだ、俺平方講座ほんと嫌い。でもね、僕もね喋るとねだいぶねぐだつく。あー怖い怖い怖い。避けたのに一瞬。緑コーラ回ってるのめっちゃビビったわ。ひぃだいぶまだ全然。おお、あかん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 。あれバッサンが1、違う、武士に来か。みんなして俺の配慮をいじめやがって。俺やばい、配慮に聞い取られてんだ、やばい。配慮に聞い取られた結果ボム兵に突っ込んでったもんな。ボムったし俺今もうグダった今。あーもうドリフトなんで入ってねえんだよ。あー、武士に来さん、そのバナナ強えな。それは無茶いて。あの3連バナナの悪いところって、本当にあの残り1個になった時のあーね処理がむずいんだよな。しかもカーブ時でどうしても当てらんないから。
やっぱトップから一気に落ちるのがダイナミックだよな。そうか、ダイナミックアイテムだって忘れてた。そうなのよ。なんか出が違う。おお！テレサー。だから1位なのに3連バナナが出たりするんだよ。なるほどね。やばい、これミスった。これ完全にミスったな今の。あー、ショートカットいかれてる。あー、ミスった。あー、もう運命か俺。よし、危ねえ。ありがとう。クソ遅かった。いや、団子団子団子、みんなっていうかさ、みんな早いってことだよねこれね。要するに、うん、苦手だな最後のショートカット。絶対外膨らむんだよな、あれ。もう僕もブレーキ使ってる。ブレーキ、うん、あれブレーキ使ってる。完全に踏まないともう無理だね。何、救急車。山口さんは真吾くんモノマネ誰かやったんだと思った。早くスカイガーデン来い。あ、来そう。よし、来た、来た。スカイガーデンな。ここを僕膨らむ。マジで無理。いろんなところで膨らんでいく。マジで無理。ここだけはマジで超えられない。どうぞどうした？タバコの箱用意して。似てもないし。ダメだった。俺自身が柳沢慎吾あんま好きじゃないからかもしれない。じゃあ何やろうとしたんだ。あ、逆。あ、もうここが本当に苦手。ここのジャンプ。そう。バナナ置いたん誰だ？魔女みたいな声してる。魔女おったぞ魔女。あー、いってー。ここすげー苦手。おい、いやー、はい、待って、これはバッサンか。あ、マジか、今の入れてないのか。なんだ、あれ前が見えへん。あ、いた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 、誰か。そう、だいぶ前にいる。邪魔だよお前。邪魔すぎたな今。混んでたね今ね。すげえマジで。え。やめろそのジャンプの途中の赤コーラ。また来たよ。狙ってんだよ。また来た。やめて。じゃあ俺。マスターあいつ許さねえ。いやお前赤コーラ何個持っとんねん。誰かテレサいるな。赤コーラ合計8個投げました。よし。何個やったか、何個、そんぐらい投げた気がする。やめてくれよ。すごいたくさん投げたよ。ちょっと手加減してくれたっていいじゃないの。もう少しこう、なんていうか、手心というか、藤木。あー、やっぱり。誰か落ちてったな。いや、本当にあそこも失敗すんだよな。よっしゃ、ばーぶつかってやったぜ。あ、怖い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 。ねえ、クソが。あ、いいね。やっぱ、女神重工だと、気安く人を細かにできるからいいな。申し訳ないけど、僕の口は悪いぞ。女神重工、どう思ってやってんの。いや、もうもう、感覚言えよ。言え、あ、まあ、落ち着けるってことか。落ち着けられ、落ち着けないと思うけどな。なんだ、いらねえよ、コーラなんて。スターを使えばいいのに、さっさと。持ってたんだよ。知ってるよ。なんか手に入んねんだよ。だから俺だなこれ、使われる前に当てようって思ったんだよ。あれ、なんか何もしてないのに1位になっちゃった。何今の。よし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 。はい、まさかのあそこのショトカミスった。ショトカミスった。あのね、ショトカね、いけるって思ったんやけど、なんかね、急にね、90度グインって曲がりやがった。アシストついてない。大丈夫。いや、ついてない、ついてない。ハイリついてないよ。はん、あれはジャイロはついてない、ついてない。なんか綺麗にみんな接戦やね。ちょっとトイレ行ってきていい？はい、行ってらっしゃい。もう最後の最後で白にね、もう全部あのショートカットするところで白に邪魔されてね、最後バーンってスターでね。ね、こいつ本当に。白くんね、真っ赤に置いてデバフをかける行為はね、あれなんですよね。相手が10人いればそのうちの1人を落とすだけでね。これ自分が早くなった方が圧倒的に勝てるんだよこのゲームは。しろくん明日もやろうねそれ ね、 ちょっとね。俺にやったこと明日もやろうね。いや、やりまくれよ。もちろんやりまくれよ。鬼のようにスター使うよ。
あの本当にあのシロン君と同じグループの人たちが全員ファックっていう言葉を言ってくれるまでやり続けた方がええで、ほんまに。うん、いっそ嫌われよ。いっそ嫌われよ。うん、あのスカガのあそこと64のレインボーロードの最後のドッスンの間ぐらいで。いいね、スターかあの赤コーラで、あのもうボコボコにして。だってもうあんなの真ん中通って後ろにコーラ投げたら絶対当たるじゃん。うん、なんか来た。え、戻りました。ただのヤクザ。シンプルヤクザ出すのやめなって。これで黒い車に乗ってたら完璧やってんけど、残念ながら花ちゃんバギーなの。かわいいじゃねえかよ。そこはあれじゃあ、あれだよ、フォルクスワン乗ってきなよ。どうする、次 CPU 強い入れて4レースやってみる。いいよ別に。 OK。 まああー、明日どないやろうな。てかでも結局みんなでコース選ぶからなんか変なコース入んねえ気がするんだけどな。なんか人気コースは選ばれそうだよね。ヨッシーサーキ、ね、ただみんなが苦手で自分が得意っていうコースが一つあれば強いな。強いね、それはね。うん、まあね、みんなが練習してなさそうなところに。絶対動物の森とハイラルだらけだろ。クルブシ君をお任せにしたんだ。うん、ちょっとあのハイラル骨骨砂漠だ。骨骨骨骨砂漠に骨クッパがおる。ほんまや、あいつ梅ジャム手に返してやろう。骨クッパここで負けると恥ずかしいぞ。今井さんの名前がヤクザになってるの笑ったんだけど。名前変えちゃわかんねえ。あ、乗ってる。あれこれ違う、ヤクザやっぱり乗ってるよね。ヤクザに乗ってんの。レッツ乗ってるよ。あ、フォルクスワーゲンじゃねえか。お前これ練習枠じゃねえのかよ。一人だけネタに走ってるやつだよ。バリバリ遅い。バリバリ遅い。えぐい遅さやだし。やばい、あ、痛い。マジか。やめ、マスターさん。あ、ここどこ？あれ？私誰？私誰？ボーガになるなよ。やめろよ。己見失うなよ。ダメだ今。まあ、マジか、ああマジかよ。うわ、めちゃめちゃ滑る。当たってないよ。え、マジか、僕の画面では今当たったイエイみたいな感じだったけど。自爆した。楽か。そうだね。よくあるやつだね。おい、ありがとう、コイン。ほい。うわ、危ない、痛。あー、滑る。おい、俺、バンパー行っとらないか、おら。あ、めんどくせえな。おるぞ、やからがおるぞ。お前、これ、お前、何お前、こんなとこバナナ置いとって、こら、ガス、こら。まだ、何言ってるんかわからないよ。誰や、こんなとこバナナ置いた、お前、あ、行って戻るな、お前。バナナ行って戻るな、これ。バナナ行って戻るかな。バナナで行って戻るやつがやばい。どれだけ弱いんだよ、その車。えぐいほど弱いんだよ、バナナで行かれて。バナナで行かれてるの、ちょいしょ。バナナでやられちゃった。消防マジで、それ。いやー、2位から3、赤さん飛んでくるの、マジきち。違うよ、今の。赤さん、まさにシンプルに、あ、え、あ、もうさ、だからここ嫌いなんだよ。ここの膨らんでるとこ苦手、僕も。あー、クソ、タヌキ冒険効果。タヌキ口ある。はい、アイテム取れませんでした。おしまい。おしまい、蹴る。マイケル、マイケル、空気が読めない。なんか、あー、ここでパック、あー、やめろー。ここでか。うわ、ここサンダー回避してる。うわー、しずえ。ここで雷はきつかった。マリカのしずえ超強いから。マリカのしずえ超、うん、いや、お前ほんとにしずえめちゃくちゃ強い。頼むから島で事務作業しててくれたのから。あの、だから、あの、クローズドな環境で毎日仕事してるストレスをぶつけに来てるから、しずえ。マリカでぶつけんなよ。ただの OL。マリカとスマブラでね。え、俺あと苦手なコースってどこ？車がね、これだとやっぱりダメだということが分かりました。完全にネタできたもんな、こいつ。
ピッポール。え、今何武士に来長渕剛の真似したの今。ええいや、一歩うってこれで長渕剛のベンツに乗ってて同じキャラだったら笑うんだけどな。マジで、あの、本当に最近すげえ思うのがさ、バッサンが出す例えがさ、古すぎて伝わんねえよな、これって。たまに、え何それみたいになることある。うん、そう。いやだ、ジェネレーションギャップ。そうそう、僕らが言うパターン。いや、違う違う。そう、ミュートシティね、苦手なのよね。古けりゃいいってもんじゃねえぞ。うーんじゃないんだよ。ちょっとオールディになりすぎたかもしれないな。はあ。そのオールディが伝わんない。オールディ伝わらず。あっちはいまあ。アッコさんがおるな。アッコさんにコーラぶつけたらどうなるんだろう。そらもう切れるよ。竹山お前命の覚悟あんの？お前竹山と勝又にやらせるわ。勝又が出てくるのか。勝又が出てくるよ。海ジャムが早い早い早い。ニスク行きまーす。失敗しました。失敗しました。はい失敗しました。失敗しました。ジーザス。あ練習枠だから練習枠。練習してなんぼ。まだね8割ぐらいなんだよ成功率が。まあ、十分高いは高いけどね。8割は高いっしょ。そう、でも本番でその2割引くのが怖いからね。うん、今見たらあだわきこなんだね。あ、マジか、今の。おべめっちゃ怖い。こんなことって。ああ、アッコさんがバナナに。アッコさんがバナナ。アッコさん。あ、お前誰だここにバナナ置いたカス。あっ！あ、だってもうニスクやると分かってんだったらバナナ置くよ。ああもう無理です。やっぱニスクちゃんと練習しないとダメだな。ニスク無理です。僕にあそこは普通にアイテム取った方がいい気がしてきた。なんだよね。決してそのマジかよ。トゲも絶対いいってことはないからな。やったぜ。うん。あだ。コイン置いて。裏はなんだ。なるほど、それが来ますか。あ、でもすぐ来た、くそせっかくクラクション来たのに。なんかゲーム実況を楽しんでるやつが多い。僕ら何集団だこら。ゲーム実況集団だこら。ゲームおじさん今沸かすことも忘れちゃいないよ。はあ、やられた。あー、シロンぶつかんなよマジ。ぶつかんなきゃいけたんにさ。なんか聞けた。あれ、また服何かやっちゃいました。おい、おー、うおーすと何 See you later! バイバイ。なんか今横からあだわき子が消えてったよ。あだわき子なんか視界外に飛んでったんだけど、あのそのやられたおかげで俺がピューン行けてよかった、4位になった、ありがとう。何があったんだ今マジで。まあおそらく何かは食らったんだと思うけど、うん、ジャンプした時になんかあの上からこうあの竹山が降りてきた。何？モグモグしてんじゃねえぞ。あれあれ、この競技ってモグモグタイムあるんですか？ないですね。今井さんが勝手にやってる。今自由時間だから。飲みたか酒も飲めばいいんじゃないですか？あマジ？待って、シェイク飲んでる音するんだけど。すごい吸引力変わらない。やめろ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 、めっちゃ音乗ってるから。ピカチュウね。マックでシェイクを同時にやばいでしょ。デブだね。ピカチュウのやつ。なんか大味っていうのが出てたから。お前ピカチュウ味のあの新しいやつかい？ピカチュウ味のやつ。ピカチュウ味、ピカチュウの味するらしいけど。だから俺なんか食った限りでは桃の味だったの。ピカチュウ味ってグロいこと言うよ。しずえ早いな。しずえ早いんで本当に。本当に早いなしずえ。え、マジ君のせいでコインもアイテムもゼロなんだけど今。ねえ、アイテムゼロなんだけど、なんで2個取んねえんだよ。あー、ショートカット出てきた、嘘。超ミスったわ。バスターの。何？バスターの何？何？ホスト何今？ミスもミスる。スピード乗ってなかったからな、まあいいや。いや、打開するから僕。すげえ気になった、バスターの何？あの緑3連に当たっちゃった。あ、
なんか一個ないんですよ、僕の今の。そうだね、本当は2個しかついてない。いや、ほんと君、眼中なさすぎてさ、うわー分かんなかった。うわー、言うね、君。いや、そう言った方がシロン君イラつくだろうな。確かになんか一個足りないね。よく見たら。あー、マジか。やめたいっす。あー、やばい。ありがとうございます。これはやばい、これはまずい。まずいな。サンダー早い、まずい。サンダーはまずい。ここでサンダー食らうの非常に良くない。いやーすごい操作ミス。おおほどなー、あぶね。何？あれ？なんか俺のスコアラも行かなくなっちゃった。あれ？おめえか。今俺を殴ったな。なんかね。おめえか。俺のね緑コーラ1個ないんすよ。本当だ今井さんないね。投げないで、僕に向かって投げないでやめて。ないんすよね。うわ怖え。さっきのサンダーの後遺症かなんかわかんないけどさ、すっげえ邪魔なところにキノコあってしんどかったんだけど。予想外の加速が一番しんどいわ。わけわからんとこ連れてかれるわ。確実にショートカットで失敗はしたくない。ああダメだ、1位は無理。ああダメだ。誰やこんなとこバナナ置いた。なんか最近調子悪くてさ、ずっとマリカの、うん、なんでだろうなと思って、不思議な不思議な静江が僕ら5人の中に差し込んできてる。うん、今ブシリキが喋ってたろしろお前。ごめんね。昔の悪いとこまた出てるぞ。また説教する。やろ、マリカやろ。ほら、マリカやろ、マリカやろ。練習しよう、練習しよう。やったじゃん。練習しよう。俺らは明日のために勝つために練習するんだ。ワンフォアオールだよ、ワンフォアオール。ワンフォアオール。一人、ワンフォアオール、うん、オールフォアワン。俺と一人はみんなのためにだけなんよ。そう。その後がないと意味ないのよ。その後ないとただの。パシリだ。何か一人は一人のためにやってる。奴隷だよね、それ。奴隷って表現控えてパシリって頑張って出したのに奴隷しちゃったもんね。奴隷だもんだって。奴隷もパシリも変わんねえよ。でも明日シロン君と俺だけワンフォアワンなんだよな。頑張れ。頑張っていこう。言うてでも俺らも通話別に繋がねえからな。うん、ああ、そっか。そうなんだよ。お互いだからその。アウンの呼吸でやるしかない。そう、意思疎通をしないといけない。あ、もうアウンの呼吸で悪さをするしかない。今聞こえたね、今俺は魂が。いやー誰や、ミネか。あー、バナナ取られた。誰だ、テレサ使ったの。いらねーバナナ。お前か。いらねーマジ。いらねえバナナ。今いらねえ。今じゃねえ。ああやめて。おい、はい。ここのタイミングは最悪。取った直後。もうなんか後ろのやつらがただただ雑魚なんだけど、シンプル雑魚でさ、うん、離されすぎてんだよね。ああコンピューターが、うん。そう。もうオンラインでいいんじゃねえの。オンライン行く次。これオンラインでいいやつ、うん。その方がまあ確かに。そこまで話されりゃそりゃサンダー出まくるわって話。なんかいやでもありえるけどね、当日もこういう状況は。まあでも打開してくる人がいないとは言えないもん、ね、いるかもしれないから。したい練習ができないとまずいから、うん、やっぱめちゃめちゃそれ2ついたやめてやめてえ、何か僕やっちゃいました。何かあの金ほう。あぶね、あーしまった。あ、なに、また客なんだ今。人はみんな眠りの中、二人で歌うなよ。ゲーム実況者でそれを歌ってる。三上ぐらいなんだよな、本当に。花た、もうええねん。はあ、もう最悪。あー、うそ。おー、最悪これ。ここではキノコ返せよ。キノコ。俺のやめて。おい、ダメだって。すまん。あ、踏まれた。おい。もうやめよ。もうダメだ。練習なら。
こんな雷降ってくることねえんだよ。ちっちゃいの3つ並んで、ちっちゃいの3つ並んでゴールしたよ。もうダメだ、練習ならダメだ、やめよ。ひどすぎる。うん、2連は無理。はあ、えぐいな。じゃあ、画面上の僕が最初に、ノラにオンラインに入るんで、はいはい、皆さん後追いをしてください。はい。最後の2連雷ほんとビビるわ。いやーマジ普通だったらなえるもんな、あんなの。うん、国内線で入ります。はい、なえたね今のは。あ、こんばんは、どうも皆さん。はい、いらっしゃい。遅くなりました、仕事遅くなった、だそうです。来た、お疲れ様です。まあ金曜はね、お疲れ様です。あの平日仕事の人は金曜残業する傾向あるから。うわ、満員だ、その満員だって。マジで、あ、僕も感染だわ。はい、抜けて抜けて。抜けれない、多分感染中。感染だから。だからもうそのまま待って普通にやった方がおそらくいい。じゃあ待ちしますか。二人は入れてんの、うん、梅ジャムバスターは。あー、とりあえず今僕入れないですね。俺も入れない。多分俺も入れてないよ。いや、感染で入ってるよ。うん、こっちの画面入ってるバスさん。俺あれだ、うん、今もうしばらくお待ちくださいって出てる、うん、じゃあ入ってんじゃねえか。あ、すいません。それは入ってるって言うんだよ、バカ。うるせえ。はい、どっから出たのこれ。うるせえ、黙りやがれ。うおー、ブルンブルン。ああ、通信エラーが発生しましたって。なーにしてんねん。なーにしてるん。それはね、なーにをしてるんだい。あ、班長、じゃあもうこれ梅ちゃんバスターのところに入ればええんじゃん。あ、何してんの君は、マジで。バカなの。いや、それは入った後に気づきましたね、私。え、ポンコツなん。いや、ほんとにシンプルポンコツやめて。そうですね。シロン君どこへ行ってしまったの、シロン君は。僕は次すぐに抜けて、皆さんの方に行きます。いや、もういいよ。もういいよ。もうそうなるんだって。ということで、今日の配信は、シロン君以外が同じサーバーでやることで。もやっぱりね、この時間になると、なんか、レートが低いね。なんか、俺、昼間やってた時さ、あの12人部屋でさ、うち10人5桁だったんだけど。平日の昼間ですから。強いね、平日の昼間の人たち。あのね、持て余した大学生たちがやってる。なかなか1位取れないの。うん、強かった。今俺がシロン君と入ったところも1万台が多かった。マジか。すげえ早くてさ、モノアイの女の人がめちゃくちゃ強かった。あ、ミラーとかいう人だ。すごかった。お会いしたそれ。ワリを乗り回してさ。うん。早かった。早かった。もうさ、俺なんかランクマするとゴリラと紫にボコボコにやられるんだよね、いつも。俺さ、でも昼前やってた時さ、うん、あの12人中紫10人っていうのがおってさ、もう嫌だったよね。すっげえ嫌だった、マジで。調整せよ。考えればみんなほら同じ性能で純粋に腕の差が出る。逆にね、考えればそうだそうだ。よく全員花ジャンバギーで悪い人すれば。そう、悪い字あれらしいね。なんかちょっとなんか溜まりやすいとかあるらしいね。なんかね。あ、そうなんだ。ミニターボがキャラ性能が存在する。うん、シンプル。ちょっとあだちょっとすげえ。ミーのキャラ性能なんかないですか。ん、知りません。それで言うと知りません。うわ、目立つ。あだわきこでかいもんな。でかいし。でかいし、わかるし。え、何、もしかしてそっちで3人合流してる？あれ？あ、もう始まってますか？俺、シロン君の部屋に行ったよ、もうとっくに。じゃあ、今井さんと俺2人でさ、ちょっとやっとくから。さっき話したやん。ちゃう、移動するんや、向こうに。あ、もう移動するか。あだわきことバスターが。あだわきこ2000行ってる。あれ、知らぬ間に。え、2000行ったの？あ？行ってるよ。あ、じゃねえよ。やっ
てんな。ついあの18時間ぐらい前までに1000じゃなかった？そうだよ。つい18時間ぐらい前1000になったばっかだよ。あれ？そこから1000上げたんだよ。1000上げたん。1日で1000上げた。うわ、通信エラーだ。くそ。今一人入れるよ。通信エラーだって、もうだって無事に抜けたからでしょ、それは。いや違う。あ、通信エラーって言うもんじゃなく。じゃあちょっと一周走っとくんで。はい。これ多分この部屋誰も抜けねえんじゃねえかなと思ってる。抜けない？でもこの時間帯だよ、金曜日の。こっちはなんかね、抜けそうな気がするよ。マジ？簡単に。じゃあそっちに合流するかな。うん。うん、じゃあこれ走り終わったらそっち行きますわ。え、じゃあ戻ります。はい。バッサンがもう振り回されてる。こっち200。あれバッサンもいないの？さっさ終わる。いや、こっち来いってもう抜けたからの伝達をいただいたんで、もう抜けようと思ってパパって抜けて。うん。行ったら、なんかああ、通りであだわき子が独走してるわけだよ。半周ぐらい差をつけてる。なんか早いぞあだわき子。えじゃあ、あだわき子はどっちにいるの今？俺今シロン君の方にいる。あじゃあこっちに来る？どうする？えもうどっち？抜ける。今井さん、シロン君は黙ってて。はい。ごめん。今井さん集合。今井さん集合。俺がそっちに行くのね。じゃあ今井さんのどところに俺たちが行く？あ君たちが僕のところに来るのね。はい。それ、はい、で行きます。わかりました。あだわき子のところに俺たちが行く。はい。俺ら勝俣とか出川だから。勝俣出川竹山峰やから。誰が竹山芸能人カップやった。竹山は君だよ。君だよ竹山は。人は確定して、ね、気づきになりましたか。竹山は確定してる。こっちとら団長の思いで増田岡田やねん。団長の思いで増田岡田を笑う。いやマジオンラインもあれだな、なんか 150cc 固定とかでやらせてほしいわ。本当にね、毎回とかじゃないからね。それはミラーとかきついですね。 200cc とかいらんねん。 100cc もっといらんねん。なかなかでかくなれない。はい、アキコアダはなんか白くアダワキコは1位でした。何？あだわき子が配信ラグってる。ラグってる？ん？うん。え、今白く走ってんじゃないの？走ってんだけど。これだとしても。これね、武士に行きね、2倍速にするといいよ。再生速度。どういうこと？あ、しげ。こうなってんだ。片桐入りに行こうかな。問題解決しました、うん、と。抜けますと。じゃあ、はい、そっち行きまーす。はい、いらっしゃい。なんか金のメタルマリオいたんだけど、そういうキャラもいるんだね。いらっしゃい。全部 200cc でグランプリクリア。へー。あ、200cc でクリア。うわー、満員だ。150では全部クリアしたんだけど。これ抜けるか？どうだ？まあ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 。今始まった。接続先が満員で参加できませんでした。そう、まあ、ある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 。ロビーに戻ったら教えて。ロビーに戻ったら。ていうか今始まったとこや。はい、はい、え、じゃあ何みんな抜けんの？ガンガン入り抜けないよ。何言ってんのバッサン。もうやめて本当、やめて本当。大丈夫、やめて本当に。生活リズムを変えたことで頭回ってないんじゃない？もう言われたことだけやってくれ、頼むから。いやお前、そう、まずできない社員に言う言葉と一緒よそれ。残酷な一言よ。いやでも俺だからそれはほら、でも何も教えてくれなかった上司が悪いから。違う、言ってんねん、最初から。言ってた、最初からずっと言ってたんだ。いや、こんがらがんねん、どいつもこいつも、あっち行く、こっち行く。もう、俺はね、正直、君たちと違って、もう、シロン君と、もう、その、くるぶし君にも、もう、こっち来て、あっち来てって言われすぎた結果、もう、バカになってんのよ。知らん、それはお前のせいや。知らん。みんな正義できてるよ、それで。でも、シロン君のところに行ってくれって言われて、IQ3 で。俺は最初から何も動いてないんだよ。そう。で、何もやってくれって言われてないから。最終的に、まあ、どっちかに行くってなってわけわかんないから、もういいから、今井さんのところに合流しよう。それでもう、いいねっつってみんな、うんって言ってんねん。
なんならバッサンもうんって言ってるから大丈夫なんだよそこで。君はそのままでいて、うん、はい、そのままの君でいて僕らが会いに行くから、うん、今ほんと言って IQ40 くらいしかないんだわ今俺。知らんよ、やそれに関しては。じゃあ、あの明日この時間にあのモンスターかレッドブルか飲んでもらっていい、うん、コーヒー飲んどく。でも、ね、ラムネでもいいよ。始まる30分前に飲むといいよ。コーヒー飲んどく、うん、でお腹痛くすんだろお前コーヒー飲んで。だからもうそういうほらお腹痛くならないようにするやつはもうやっぱ持病だから持ってるわけだよいっぱい。いや、どうにかまあそういうなんか中に入れる的な。中に入れる？そのなんかコーヒーに溶かしてとかそういう。あ、ここで雷が落ちます。錠剤飲ませていただきます。逆にバッサンお腹壊した方がいいんじゃない？もう早くゴールに行きたくても。マラソンじゃねえんだよ。違うんだよ。ちょっと便意がある時の方がっていう。ロビー戻るよ。はい。PUBG とかだったらね。それできんのよ。めちゃくちゃトイレ来てえなって思いながらやった方がキル上がるんだけど。おおでんや。戻った？戻った。今戻った。はい、入ります。ああ、いっぱいだ。来てえな、終わったよしってやったけど、また次のレース始まっちゃうんでしょ。そうだ、テレテレテレって始まるからマジで。ダメだ。入れない。入れない。入れない。ダメだ。うん、まあいい。全員ダメか。そのまま、そのまま行って。そのまま行って。うん、大丈夫。え、何そのまま行けばいいの？じゃあ僕、走りながら何かこうトークでつなぎましょうか。そうですね。入れた、入れた。入れた、入れた。入れた？感染でもできれば画面が動くから。うん。感染になりそう。あ、おおお、さっきからキャラ選べた。感染連続感染だけどね。一人も抜けてね。すごいな、ここ。結束力強い。ウェンディ、ロイが邪魔だな。なんでこんなに、なんでこんなにみんな抜けたがらないんだろう。なんかあれだな、ね、ランク帯が近いからじゃない。多分そうなんだよ、めちゃくちゃ近いのよ。あとシンプルにこの時間だからみんな、うん、なんだろう、上が3000下が1000ぐらいなのよこれ。移動して部屋を変えるっていう行為が必要ないからでしょ。いた9600なんて、うん、いないよ。あ、いるいる、一人いる。文字か。さあ、カメラは今井さん太郎にフォーカスしております。おーいほい、おーいほい、今も今井さんが主役で画面独占してるよ。やっほー！鬼のよ。ああ！はえ、にけたないはえ。一瞬だね。一瞬だったね。にきてない一瞬。俺最近気づいたんだけどさ、このオンラインで観戦するときなんかカメラがさすごいダイナミックじゃん。うん、あの X を押すとその視点になるのを気づかなかったんだよね。おお。わかる。本当だ。あのプレイ視点というか。俺知らなくてさこれ。と思ってちょっと感動したんだよ。今僕も感動してる。まあちょっとラグいけど、なんかたまに今井さんが横スライドするけど。ショートが強引にいったな。めっちゃ強引なショート化したな。すげえワイルド。ニスクでいけるの。ワイルドオブショートか。あそこのニスク無理なんだよな、俺全然。できねえのよ。え、ビッグブルーのあれただドリフトで突っ込むだけじゃね？いや、そのドリフトで突っ込むタイミングがまだちゃんとつかめてないっていうのと、ああプラスあそこ入射角結構低いなって気すんだよね。あと今井さんの今のスピードで言ったら普通に下に落ちてた。直前で食らった。まあね、壁にぶつかってたからね。いや、きつ。今井コーチングじゃん、これ。ただ俺らが。いや、で、そこ、あいや、キノコに振り回されてる。ねえ、ないから、キノコないから。キノコなくなっちゃっちゃったんだよ、間違って。インク使っちゃってた。ねえ、雷でキノコパクられるわ。いや、悲しい。敵に取られるわ。なんかすげえ悲しい負け方したよね、今ね。あ、俺入れた。入れた。多分あれでしょ、NPC の枠じゃない？うん、3人抜けた。こんちゃやっと入れた。どうしようかな。やっとプレイできる。顔でけえやついんな。なんだ。すげえ、なんか野良の人。野良の人こういうこと言うのもあれだけど、顔のパーツがでけえなあの人。ジャッキーちっちゃいやつ。ちっちゃいやつでしょ。皆さん頑張ってください。いやいや、ちっちゃいやつ。あのジャッキーちゃんみたいな。どことなく中村雄一に似てない？あのちっちゃいやつ。似てるな。中村雄一だな。あ。
あ、ありがとうございます。お礼の。はい、スパチャーズ。あざす。ナイスパー。ありがとう。単独バスターさん。あざす。あ、単独のって C ブロックで一人ぼっちのってことでしょ。あれ、シロン君だけいない。う僕は感染です。感染。あ、画面主がまだ感染っていう状態なの。日頃の行い何やったんだよ、シロン君。悔い改めて。多分部屋に入った順番だと思うけどね。まあそれはそうでしょうよ、まあ、そりゃそうだ、うん、それも含めて日頃のお金なんだろうね多分な。ああそうか。さあまた今井さんを。やべそれはない。やべ、キモい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 、マジマジ広報席。ああ、これはやばい、これはやばい。この競り方はやばい。やばい、こんなことなるか。今井さんの12位からの打開をね。オッケーオッケー、画面見せてあげようじゃないか。12位からスーッと戻ってくよ。うん、おばあさん返せよ俺のコイン。いや、あげたいんだけどさ、返したいんだけど返せねえんだよな。なんだ、うわー、怖い怖い怖い。ちなみに今井さん、うん、キノコ3つあるときはね、ジャンプせずにね、うん、横行った方がね早いんだって。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。そっか、うん、そのジャンプしてる部分の滞空時間が、なるほどね。そう、空飛んでるときは加速効かないから。あ、俺ミスった。なんで俺キノコ持ってんのに使わなかったんだろう。でも8位まで来たよ。あと6位に抜かしてもろて。抜かされてるのよ、むしろ。はい、返せ返せ、俺の順位を返せ、俺の8位を返せやがれ、ほざきやがれ。さあ残り一瞬、今井さんはいけるのか。さあ、なんかちっちゃいやつに当てたね今ね。いける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 、ほざきやがれ、私は殺生だぞ。うー、今井さんの画面ガクガクしてる。あ、パックンは辛い。でもパックンが首伸ばした瞬間、若干スピード上がる。そうなの、前に多分完成。おー、最悪のタイミングでテレサ来た。うわー、ミスった。あー、サンダー痛い。ここでサンダーは痛い。どうだどうだ、何位だ。9位だ。あでもプラスだ。なんやかんや、俺AR さんと近えな。あ、入ってこれた。お、入れたかい。入れたよ。入れたかい。あ、全員集合。遅かった。本当だ。遅かった。随分かかっちゃったね。中村ゆいきみたいなのがいる。なんだろう、中村ゆいちとジャッキーチェン合体したよな。掛け算して、掛け算して身長引いたみたいな感じになった。顔はかけたままなんだね。濃いな。顔はかけたまま。鼻の感じが多分ジャッキー。うん、鼻はだってあれ、ジャッキー以外が持ちえない鼻やもんな。鼻眼鏡みたいな。ジャッキーの遺伝子を濃く受け継いでる。濃いね。だいぶ濃く。コーラヨット。バンバンバンホチン、シャンチャンヒガンジース。ハンシェン、ハンチェンカイン、ホンジャンマシリー。ファン、わかんねえからそれ。キングフォン、みんな。ファンサーダーケンコンズンウィン。静かになっちゃってんのよ、他が。あんまり広げても意味ねえなって思ったから黙ってんだよ。あっち、もう、うん。どうしました、どうしました、クルフさん。これも練習やで。マジさ、今の言い方、本当四畳半神話体系のオズみてえな言い方でちょっと好き。だからわかんねえんだよ。わかんねえんだよ。いや、まあ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 。すごい、もう、なんか、よくそこ知ってんねっていうとこ知ってるの多いよな。いや、シンプルに感心するんだよね。え、なんです、え、何それみたいな。どういう人生を歩んだらその単語を知るの。そこまでは言わねえけど。ここまで。あ、なんか誰か当たった。シロン君。あれ、ない。何？いや、シロン君に赤をなすりつけようとした。なすりつけられないよ。知ってんだよ、そんなの。
よし、今井さんも巻き込んだ。あいつ許さねえ。やめてー。あー、キノコ、キノコ、ね、なんで俺からキノコ取るんだよ。もっといいやつから取れよ、アイテム。ファック、出てるねん。F が出とんねん。F が復活の F が出てきとんねん。復活の F。 ボーナボーナしてるやん。やばい、おー、そこのバナナ邪魔だ。いや、ここはパックがきつい。力、あーダメー。この文字を読んでパックがきつい。ダメー。うわ、最一番のインにバナナ置いてるやつ、マジ何や。性格悪い。あれ、性格悪いな。最もいいんであるところに。いやー、ここではきついです。大丈夫か、いけるか。三上上位独占、そんなことなかった。上位独占してますね、ある程度は。できませんでした、ある程度は。最後の雷のせいで抜かれました。僕もある最後の雷で抜かれてしまいました。あれ、バッサー合わせて。え、何のことかな。え、大丈夫、眠い。眠い。眠い。今僕眠い。コーヒー飲んで、コーヒー。コーヒー飲んで、コーヒー。コーヒー飲んで。コーヒー飲んで。生活習慣は戻した。コーヒー飲んで。生活習慣戻したくない。乳首を強めにつねっといて。ギュッ。目覚めるわ。うんっつって、確かに、これは効くな。やっと、やっと、ね、やってんの、おもろいな。そう、まずは右の爪でカリ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 。なんでちょっと開発しようとしてる。カリ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 は周りをこうさわーってやってからのカリ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 。お前が一番感じる触り方じゃない。大丈夫。それ公表してない。お前が感じるやり方公表してる。次は反対側も同じようにやってからのカリ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 。自分のあれだろうだから。で、そして最後にギューンってやって。ギューンギューンだけ気温すぎて分からん。ギューン。君のせいだ。触ってやって。カリカリカリ。素材だったのに。おお。最後にギューンなんだよ。ギューンは何なの。鍵を開ける、鍵を開けるのと同じ手首のスナップで。なるほどね、詳細な説明をいただきました。ほんとさ、まあ、ちょっと古めのネタだったり、こういうガッチリ下ネタとかいうあたりさ、ほんとに、なんていうのかな、若い層に向けてやってねえよな。あもうちょっと若い層に向けてやるか。アンパンマンの話する朝若すぎるよ。若すぎるんだろ、若すぎる。何のために生まれて何をして生きるのか。おい、コウモリ、ドキやバットがこら、お前なんねや。おら、ボケ、こら、何ぶつかって、おら、ボケ。ねえ、もう、俺さ、コントロール、死んだんだけど、ジャムさぎが強すぎまして。危ない、キノコ。今のな、ドキを払ってたわ、マジ。バナナ、これ。おアイテム10位でアイテム取れねえってなんやねん、こんちくしょう。このゲーム腐っとんねえ、ほんま。おい、ニンテンドやめろ、ケイノカ。あの地図絵がつらい。わあ、あ、もうやだ、俺大変だよ。ほほほほ、キラーがきれい。おい、ねえ、俺キラークイーンされたんだけど。チーズのゴルフ、いや、こもりフルフルキャビネス。何の曲だ。キラークイーン。マジコインゼロつらすぎる。ちょっとコイン分けて誰か。うわ、つらぶね。おい、お前何個も取んじゃねえよ。スターでぶっ殺すかんな。いや、怒ったかんな。ぶっ殺すかんな。許せないかんな。ぶっ殺すかんな。もう怒ってさ。ここに橋本環奈はいないんだよ。そうなんだ。いてくれ。夢を。いるのは片桐ハイリだけなんだよ。ああ、足元あおーい、いやちょっと挑戦するのダメだな、やっぱ。おー、もう、おい、どうなってんだよ、これは。くるぶし君、あげる。あ、もう最悪なタイミングでテレサ。センキューバナナ。おめえか、死ね。マイヤで。死ね。いけ、ああ、もう。死んでくれ。マジなんですけど。完璧なタイミングだったんだけどな。あー、雷だめ、2個はダメ。2個ね、投げたらね、トロッコに阻まれたよ。ダメ、ちょっと。あー、なんでやねんな、ファッキューが。ファッキン、ファッキン、ファッキンが。なんでやねんねんねん。あー、ダメだ。
おい、いけー、よい、よいまで登り詰めてる。これぐらいのレート差であれば、まあまあいける、なんとか最下位から良いまで登り詰めてやったわ、あの昼間やってた人たちに比べたらはるかに弱い。やば、昼間ちょっと強すぎたって。昼間ね、まず1万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 9000、8000みたいな。比べたらダメなとこと比べてる。あのね、11位でもプラスになったからね。あまりが、あまりにも俺一人が低すぎて。なんかさ、あのワルイージーがバックしてさ、めちゃくちゃアイテムとかコイン厳選してさ、ビューン来るのめっちゃ怖かったわ。あったかいね。逆走して逆走してさ、まあ下がった時にそれ狙うのはマジでありだもんな、うん、アイテムのところにいればね。そう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 、うん、キラーとか引ければね、バンちゃんねえ。そうで、もう前線までコインの力で行っちゃってさ、無理だこれ、明日無理だわ。お前なんか若干不安になってきてるわ。そうだ、これがオンラインだよ。諦めるなよお前。弱っていこれにプラスダイナミックもくっついてくんだから。そう、もうどうなるか予想もつかないからね。これぐらいで1位取れないとマジやばい。あ、最下位だけどどうする。最下位だった。最下位やった。どうする。メダム君、先ほどはどうする、どうする。おお、もう絶望的未来しか見えないけど。3位上着。まあそうだね、3位に常にいれば、まあだってまあまあ理論的には、うん、3位で上がれるわけですから。そうです。なんか外側にバカ膨らんだけど俺、まあ、どうしたの、あ、なんでやねんな。なんでやねんねんねん。浜田いるな今日。また浜田おったな。あれ的に浜田だよ。あー、クラクションお前。しかも手前からか。よっちゃ甘やってん。おーおーおお、相手どれに勝った。痛い、音符くん、音符くん。あ、もうダメだ。あ、キノコが暴走した。いってー、誰だ。ごめん、今井さん着地地点にいたから9位になっちゃう。うわ、だ、なに、え、今何だ。あ、ごめん、多分今のワイヤーで。やばい、わかんない、俺の名前が見えない。あ、違う、後ろこれバッグのやつだよ。暗い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 。いやー、ほんとつれ。イカスミで何も見えない。最悪。ここすげー苦手だな。多分俺ここ一番苦手かもしんない。どこ、このマップ、このマップどこって。じゃあこう練習を。最悪。うん、ちょっと練習しようかな。テレサお前、あぶね。おいおいおい、なんだなんだ。え、空中で潰されたんやが。あぶね、真っ暗だよ。でも最悪。マウ、マウ、ここ大っ嫌い、ここ大っ嫌い、ここ大っ嫌い。もうアビ共感。ここ大っ嫌い、マジ嫌い、マジ嫌い。あ、なんでやねん、このマップとの付き合い方を。あー、危ない、怖い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 。お前そんなんで近づいてくんな、やめてー。投げるけどね。あー、外行き過ぎた、下田、下田人たちが多いですな。お前わざわざ投げる必要ないやろ。おい、どけー。あー、おこらに引かれた。俺たち多分あれだな、実況チームの中で多分一番口悪いな。いやー、悪いよ。いやー、もう最悪。悪さはなかなかのものよ、我々。自負しておりますから、我々。いやー、俺たちね、もう口の悪さだけは天使やから。自負しとんなら直せやって話や。ギリギリギリ A クラス。あれ大丈夫、モコよりは B だ。あ、アウトレージだから。いいね、アウトレージで行こうぜ。でもこのレート対応本当だね、悪い字だらけにならないね。ね、まだ。いや、本当にね、自分の好きなキャラクター。リボンロードを選ぶことで皆さんをいじめたい。なんか逆にセオリーなことしてこないからわけわかんねえ。まあね、まあそれはそう。あの本当にね、あのなんか10位9位の人が後ろに向かってコーラ投げるとかしないからね。
よいしょ。前に向かって緑コーラ投げると自分に当たる率がなかなか高い気がする。あ、まあ、それは本当にそう。僕はそれ何度も悲鳴を上げてるから、うん、後ろに向かって投げた方がいいものな気がする。緑コーラ投げる絶対ホーミング性能あるよな。なあ、絶対だから跳ね返ったやつ絶対自分とこ来るもんな。うん、だし当たり判定でけ、うん、なんか目ガン開きの外国人みたいなのいるんだよ。まあシャブ決めてんだろうな。いやめとけ。最高にハイだぜって状態。これ怖いよ。後ろ疲れたらもう命ないよ。後ろからタイヤ狙って銃撃ってくるから。いや、きゃ、こここここここ。で、それで前をアキラドリフトで止まって常磐道をやってくるから。いや、しかもめちゃくちゃね。この中だと。ガラケーとか持って録画されるよ。いや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 。やめとけってお前。あったな。そんなことも。あ、なんだっけそれ。もうあれもポンで。広げんな。ぐらい前じゃない。あ、広げんな。やめようやめよう。広げんな。だいぶ前で。うわ。よくあ。ここも最初のトランポリンのやつ。ここ。やめてやめてもろて。なんか誰か七取りかなんかしようとして死んだ。うん。あ、終わった。さよなら。バスさんは何を落ちていった。はいはい。いやもうね、早いんで。やばい。いやもう最悪。本当に下手。ねえ、取らないで、この防御アイテム。おや？窃盗犯って呼ぶよ。ひょっとして一番後ろ。窃盗犯って呼ぶよ。なんか打開してきたやつ。あというか、ここね、赤コーラが迫ってきてるのが見えたから、なすりつけようと1位。じゃあ、青コーラのなすりつけるね。えへへ。バカ、スリップストリームやろうとして自爆ゴリラ。自爆ゴリラ。自爆ゴリラ。あー、1位の赤コーラ。あっ、またゴリラに殴られた。なんか、俺に突っ込んでそのまま水に落っこ、ゴリラって。やばゴリラー超下手逆反しまったそれは紛れもなくゴリラてかあーちょっともっとさタイミングよく言えよそれいやうるせえおめえがやったんだよバカこっちにもっと言うわほら落っこっちゃったもんえ嘘あもう落ちるの落ちるよゴリラもうでもうそあーもうダメだここでもうダメだえーいもうダメだ最悪のタイミングやったんやけどほんまにもうダメだ俺古今東西まれに見る最悪のタイミングで降ってきたんやけど神谷にすごい落ち方をしてしまったいやゴリラあいつ打開してきたゴリラズゴリラミッシングもうダメだダメだチンチンだおあもうダメだダメだはぁダメだおぶねはぁおぶねぇ一位は狙わんが今俺こういうことをするうわおぶねなんか飛んできてるいやもう最悪こういうことをする俺はははははコントローラー投げる音聞こえたケチって音が誰誰誰違うあのそれで言うと俺がちょっと腕をこうちょっとスッてやったらポップガードに当たっちゃってマイクコンってなあーなるほどねなんやかんやでワンツースリーを大丈夫大パンはしてない大パンもしてないしコントロールだけどフォーもいったおフォーもいったおえたな、ね、なぜなぜワンツースリーフォーイレブンワンツースリーフォーイレブン俺稲妻イレブンやってくるからちょっと本当に一人にやってくる始める体に今から俺エンギンシュートしてちゃんとあのうんちょっとゴッドハンド習得して戻ってくるわ何を習得してこようとしてんのゴッドハンドゴッドハンド、マジンザハンドかゴッドハンドどっちがいいと思う？あのガイアウォール、ガイアウォール、ガイアウォール、ガイアウォール。わかんねえ。一度たりともあのボール防げたことないあのガイアウォール。フェンスずらしとか使う？ベンチ硬いんだよだってさ。この世で一旦硬い外角を生み出しているのにもかかわらずな。そう。ボールに負けるからな外角。負けるか、ボールに負けるか。仕方ないんだよだってもうあのゴールキーパー一人に対してオフェンスは10人いるんだから。10人活躍させるためにはね彼らを活躍させるためにはもうキーパーはかませになるしかないそれはもうキャプテン翼の頃からずっと言われてる
やみんな趣味範囲広すぎでしょ。稲妻イレブンも食わすぎでしょ。俺ガイアモールしか知らんで。びっくりしたよ。あれラジコンのやつも知ってる。稲妻イレブンはね、世代やねん。そうだ。なるほど、ね。そうそうそう、バリバリの世代。僕の頃、ほんとクラッシュギアとかだったから。クラッシュギア。もうダメだ、クラッシュギア懐かしすぎんだよマジで。持ってたわ。俺ミニ四駆レッツさんの号やね。ああ。わかる。レッツさんの号。あのハトハイパーヨーヨー。あのストリングプレイスパイダーベイビーをリアルタイムで見てた世代。いや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 、何何アイテムがすごいことだった今。ねえ秒で11位なんだけどどうする？大丈夫。な俺に突っ込んできて落ちてきた。モンキーいるんだけど。あぶね、うおぶ。うお、ゴリラが。ゴリラがすごい動きしてる。消えたり。うわあ、なんだこれは。団子がえぐいんだけど。えぐい、えぐい、えぐいね。全員団子すぎて、ずーっと、ずーっとぐるぐる回ってんだけど。皆さん、バスターさんが1位です。本当だ。ほう、やるではないか。そのまま1位。やるではないか。あ、怒っちゃった。テーブル。やるじゃないか。おーい。ブーメラン投げてくんな、タコ。後ろお前今俺狙ったろお前。お前大事な大事なお前。いやだって。アイテム使ったろお前。やったところで意味ない。ああ急アイテム取れないのはまずい。俺前のやつはみんなして。やばいやばい。村井さんありがとう。なんか食らったんだけど。お丸いっつってめ。お8位であそこの青コーラみんな初めてなんだけど。食らいやがる俺。うわ最悪。あこれ危ない危ない。マジ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 。本当ゲーセンのあのコイン落とすやつみたいになってた今最悪マジで。隠れて落ちたんだけどマジで。あいつ殴ればコイン落とすぞみたいな。同じく落ちポロリとポロリと落とされてしまいました。すごかったな今のダメージ。すごい、ね、れて落ちたよね。逆にあの状況で必ず勝てるような戦略を立てられるんだったらそれはもう勝てる。勝利への道だよ。勝者よ勝者。いやあれで戦略立てれるとか無理でしょ。あれ無理だよ。だってもう運ゲーだもんあそこまで行く。あんな団子のところにボム兵なんか投げてみんや。地獄絵図だった。一撃で数名をね、あのほうほう4、4人ぐらいぐるんぐるんぐるんって回ってくるぐるぐるん。うわあ！うちのキャラもおおって言ってた。でそこの渋滞に俺が突っ込んだせいで、なだれ式で起こってくし、大事故起こって。大事故巻き込まれる。大事故起こって。最悪だよ。単純に大事故起こって。ボンネットボロボロだよマジで。あおかげさまでえらいことにえらい目にあったよ。悲しくなっちゃった俺。楽しかったな。悲しかった。あなんか純粋に久しぶりに純粋に楽しかった。面白かったでも面白かったマジで。シロ君どこ行ったの？いやあのおーもう風船を独占していくなよ。斜めグライダーをやろうと思ったらねスリップストリームで飛びすぎて。でも最悪。あさっての方向行っちゃったよね。あさっての方向に行き過ぎてしまった。行ったよね今ね。え十一？パッ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 パカだ。バカだ。これが十一位のアイテムだというのか。バカだ。ちょっと待ってー。髪当たってる。ああ何このさ。どうなってんの。オップね。オブね今のボムヘ。よしよしよし。こっから一位取るぜ。ここから1位よ。いやーもう全部アイテムくるぶしに持ってくれた。いや欲しいだろうなーって思いながらそこ飛んでた。欲しいよそりゃ。戻っていたぞ。あるぞあるぞ。こっから1位あるぞ。お来るか。行くぞ。お岩行くですよ。パックン越えパックン越えパックン越え。あらららあらららで怖い。あらららあらららなんだ。後ろのなんか言ってるけどリアクションが取れない。危ない。ウィーイ。痛い。何気にバッサンが1位だ。おーおーいいじゃん。もうやだ。
ここね、すげえ。おー、トモキ。あ、バナナ危ねえ。よっしゃ、いいや。武士に気が踏んでくれたおかげで助かった。よっしゃー、独走で1位だ。おめでとう。邪魔だ。おらららららお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 らららそういえば、あの対戦よろしくお願いしますね。もうお願いします。あしゃす、よろしくお願いします。よろしよす、よろしよす、よろしよす。なんだったら皆さんあれですね、あの昼間にも一度お会いしましたね。片桐入りが僕です。お前だったのか。入りだったから入り入りでやってたから。ハイリー、なんかね、1回だけ入ってきてね、スッて抜けてった。ハイリーが入って抜けた。うん。おばあ、1位取れねえ。ダメだ。あれ、今井さんいないみたいな感じで株買えた。多分何回か2度見したんだろうね。いや、いるはずだよなって。あのね、1位取ろうと思うとね、もう中盤というか2周目終わった時点でね、6位ぐらいつけてないと厳しい。うん、そんなことは分かってんだよ。ミラー。うわ、ミラーか。ミラー？ミラー？ここのミラーわからんぞ。これか。きつ。木の位置も全部逆転してるってことだよね。だろうね。ね、当たり前のことを言うな。無理だよ。ミラーだって、ミラーと意味分かってんのか、お前ら。お前のメガネ指紋だらけにするぞ。やめろよ。うわ一番メガネ。そしてサラダ油に浸すぞ。やめろよ。きつきつ。コーティングすな。それしばらく白くなる。みんなもメガネはたまーに食洗、うん、食器用洗剤で洗うような食洗機、食洗機で洗ってもいいぞ。多分レンズ外れるけど。レンズ外れてツルが取れるから。ここだ。ここだ。このタイミングでドリル。そっか、ここそれで銀だ。逆なんで。はい、逆だから分かんなかった。はい、バカオツ俺。今バカオツ。はい、バカオツ。今井さん、こんにちは。こんにちは、何がだ。速攻緑コーラ投げてきやがったこいつ。当たり前だ。バナナ。このコースはもう一時で逃げ切るのが定石なんだよ。このステージは。うわー、流されるー。うわ、ここの逆むず。いや、どっち？どこ？いや、わからん。いや、わからん。え、やばい、やばい、もうほぼ初見じゃねえかよ、これ。しかもコインか、その次1位で取っちゃったか、あのアイテム。いや、マジか。いや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 、ここの逆わからん。あらら、あらあら、あらラックバーバカ野郎、ファイアボール、お前ソルダウト。あら、あ、あ、あら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 、俺も伝わんねえんだよな。あら、まっしゃま、あら、まっしゃま。え？カスゴリラが、おい、ダブルアイテム取ってけや。祭りだ、祭りだ。いや、もう最悪。あの、あ、ね、あ、ジーザスクライス。なんだ今の。だから上位2人が同時に回転して、シロン君がよっしゃ抜いたぜっつって抜いてったはずが、ブスニキのバナナにやられた。マイバナナに。は？あぶねえ。おーい。おーい。お前すごい争ってた。なんか。やっぱあそこのキノコ強えよな。強えな。1位だったな、あのゴリラ。守るアイテムがなかった。もう殴られるだけだったよ、黄色、あの赤に。すっげえ痛かった。ずっとケツは赤コーラで殴られる続けてる。しりしばかれてる。パンパン叩かれとったよ。パッパン。スパンキングや。あ、明日はね、これをね、各視点で見れますからね、皆さん。あの我々本当にあの口だけは器用にしないとかないと、そっちの訓練をしないといけないんだよ。明日で俺たちね、みんな黙りこくるから大丈夫だよ。うん。言うてね、100黙る。100黙る。だって、あの三上重工、なんでこうね、こうなんだろう、あの勝ちたい相手自分にする率高いん、当たり前なんだよ。誰選べるっつうんだよ。そうなんだよ。あの、強いて言えば、だって、今井さんとバッサンとシロン君に関しては、知り合いがほぼいねえって状態にもなってるもんな。バッサンとヘクションさんと遊んだことあるなぁ。
シオンさんは知ってる。そう、ラッタさんと7年前ラスベガス再現プロジェクトで遊んだなぐらいの感じ。ね、古いんだよな。コンちゃんと遊んだなぐらいで。またか。いいね。なんかサウザーみたいな見合い。いるね。え、声あれなんかな。じゃあサウザーってことは声銀河番長さん？名前ユートだけど。ユート。その見た目でユートか。サウザーユート。サウザーユート。あの大体でこうあのね夕方ぐらいにやってるとあのリョータとカイトとは大体合う。リョータとカイトは大体合う。いる本名系、うん、出会うんだよな。ちょっと笑っちゃうんだよな。リョータとカイトは大体おる。ネットリテラシーどうなってんのって思いながら、うん、本当あるわけねえだろう。TikTok にすべて晒してんだろうが。あー、アイテム取れんかった。何の戦略もなく運だけでバズれると思ってあの人間のねやることだ。何の戦略もなくただバズる。確かにそういう人は多いだろうな。多いからね。小説の業界そんな人ばっかりよ。やめろやめろ。ねえ、君。ああ、デブコラ、デブコラ、デブコラ、二連はマジコラ。あやばい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 。わあ、あのショートカットやんね。絶対やんない決めた。あれキノコないと無理よ。あれだよね、あれね。うん、一応おい誰だマジ。おい、ユートてめえ覚えたかんな。お前どんな順位でもお前だけを狙うからな。ユートじゃあ俺も狙おう。ナイスー、イエーイ。ユート泣くからやめてあげて。本当にもう最悪。二度とこのゲームができねえ体にしてやるから。三上重工そういうことじゃらないからね。もうユート君ね、そんな怖がらないで。あのユート君リスナーやったらおもろいで、ほんまに。わからないで、ほんまに。マジ親に泣きつくレベルでボコすからな、この野郎。怖がらないで。僕一人の大丈夫だよ。知らねえよ。知らねえよ。さっさとしろよ。吐けよ。いや、もう吐いて、あのくしゃみ2回して、もうボロボロ、今。オーマイガッファッキンベイ。はい、はい、お待ち、はい、お待たせいたしました。あ、もう、ぶつかもしれません。お俺のケツにはボムヘイついてんぞ。夜なすぐ爆発するぞ俺のシーリーは。おい、なんで当たってきてんねん。あすくらやや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 やキラーはやばい、キラーやばい。やべー、何それ。あー、そういうことか。いや、もうよっしゃ、もうテレサで奪ったのコインってなんやね。もうテレサで奪ったものがコインってすげえ虚しいな。虚しい。なんか僕夏の最後の日ぐらい虚しいわ。センチメンタルやもはや。よしさ行くか。あら、よしさですか。あ、ごめん、俺もなんかもう無条件でランダム押しまくってるわ。ごめん。いいよ。僕も苦手なコースないときはランダムにしてるわ。俺はもう極力選ぶようにしてる。まあ、マリサーだけどね。マリオサーキットでも GBA の方はね、正直苦手です ね。 あっちはね。あの、もう自力が出るもん、あれ。シンプルにな。てか GBA なんか、あの平坦な割に、そのショートカットのところ起伏が多いから、膨らんじゃうんだよね。え、というよりももう完全にコース取りのコース、これは。あ、ね、GBA に関しては GBA とマリサ GBA は違うんだ。 GBA。 あ、ゲームボーイアドバンスね。あ、分かる。お前 GBA ゲームボーイアドバンスのことをお前その地下料理とかじゃないんだよ。だ、 GBA と完全にあれだから、マリサ、マリサーの姫。おい、トモキ、俺のコインかい。マリサーの姫。今、でも面白かったのが、今、今井さんがさ、こう、ツッコミ入れようとしたけど、バッサンのジビエが尊すぎて、ツッコミ遅れて、出てこんかった。下トップ、下トップ。そこバナナ怖い。
オールボティー全部持ってかれちゃった。うわ、ババ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 誰だお前、くるぶしだ。誰だお前、くるぶしだ。なんでバッサン赤なんだよ。あれ、紫ってないんだっけ、この赤い。あーあーいや、最悪。ボムの音が聞こえたな。なんで綺麗な花火の音。あれ、俺の緑コーラどっか行った。どこ消えちゃったんだろう。多分俺知ってる。あーマジかミスったー。死ね。見てた。ちっちゃい声で言うなよ。死ね。ちっちゃい声で言うなよ。死ね。あーやばい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 。あやばい。くそ当たりんかった。キー。あぶね。違うこれ前に飛ばしちゃった。いやマジ。うーすごいのすごいの来てる。あやめてやめて。トモ。ゴリラやめて。あーバカお前そこにバナナ。あぶね。ほらだってドンキーだぞ。バナナ食うに決まってんじゃん。はぁ、あ、持ってやがるあいつ。あー回避されました。おーれれれれれ、あマジか失敗した。最悪ショトカ失敗した。こんばんは、いらっしゃいませ。失敗すると本当にあのあれでしょ、グライダー飛ぶやつでしょ。そうグライダーで兵走ろうとしたのに、うん、あれ失敗するとね本当に致命的な差つくから、ね、うん、うまくいけば本当に致命的な差つけられるんだけどね。いやー結局あれ横向きに入るからあの後、あま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 あ正直なんだろうね、あの最後のところショットか、うんうん、最後のあのタイヤずらって並んでるとこあそこぶち抜いていく方がいい時もある。あーまあね、僕はもう、うん、もうそっちにしてる。失敗が怖い。一気のしかなかったらそうかな、うん、ぐらいだからワンチャン。キンキノだったら考える。キンキノだったらもうぶっちゃけた話ダートを無視してまっすぐ突っ込んだ方がいい。ああ。うん。二気の以上あったら俺は車走るかな。一気のしかなかったらワンチャンかけてぐらいだみたいな。アメリカ勢が来たな。状況状況によるからな本当に。前にどれくらい離れてるのかとか、うん、さあここはあーシロン君にアイテム取られたよいきなり。ありやめてよお前コインかよ。そしてはなんで俺から取っといてコインかよ。もうせめていいもの出せよ。そう言われましてもあれだぞ、そんなん言ったらお前あの今日買ってきたポケモンのカードパック君あげへんかな。やめてください。そ総空本当東京一パック持ってなかった。たまたまね。うん、今井さんは、ね、あれの地元では十パック。うん、ラインが加工できたんで。あ、うん、そういうこと？うん、じゃあ今シロン君は本当に今井さんに脅されてるんだね。脅してるよ。脅してるんだね今。脅してるよ。今私は脅してるよ。シロン君だから予選が通過できたら、うん、このパック向かずにあげるよっつって。おー予選通過できなかったらレア抜かれるわけだ。予選通過できなかったら俺が向くよっていう、あの開封やるよ俺が。開封の楽しみを奪われるってことでしょ、シンプルに。そういうことですよ。俺だって中身はあげるけど俺だって開封したいもん。あの火花出たらもらうよ。マジか、火花好きだから。びっくりしたからね、初動価格でクーザーあの7万ぐらいするよスペシャルアート。えマジで、うん、あのスペシャルアート版ハイパーレアのレクザ。何個赤投げてくんの君。結構持ってた。ストーカー。いや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 。赤投げたらストーカーってやばい。やばいよね。よし。いやここ楽しいな。おいなんだそのボム。自分で当たって、いやもう赤何個持ってんねんだから。そこだけ。あバスターの赤にケツについてた赤に、あのクラックしてやったぜ。最後の最後でダートを。おめえは言葉を選べ。やばい、ほらおめえにマスクラックだ。ああやべ、俺もこれだ。なんだくそー、あぶねー、あー悪い人に抜かれた。死ねーアメリカで。ダメだダメだ、アメリカ勢に完全にやられてしまった。アメリカ勢で一人しかおらへん。モンフィルズ、モンファイルズ、モンファイルズ、モンフィルズ、
モーフィアス。モーフィアス。わからない。あなた疲れてるのよ。ミューパ練習しよう。いらっしゃー。何何何何あ、どれこんばんは。ミューパ。ミュージックパーク？ミューパ？うん。オッケー。あの、やっぱやっててわかった。ここちょっと苦手だわ。俺も苦手。俺も苦手だから、あえて選ばないようにしていこうかなと。いや、苦手なやつ選べてなら、苦手なやつ練習せよ。当日来たら、俺も苦手。え、でも、こっちも苦手なんだよ。こっちも苦手なの、俺。わかる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 。最後のショトカの直前で雷落とされて何回泣いたか。キノコのやつね。ドーナツくぐるところ。ドーナツくぐるところ。ドーナツくぐるところ失敗するとマジ終わるからね。ね。あれ最初1周目でも失敗しただけで一気に12位まで落ちるからね、1位から。本当に落ちる。意外と坂の上に置いてあるじゃん、ドーナツ。そう。そう、最初の頃に速しかもミラー。うわぁ、せっかく選ばれたのにミラーだ。ごめん。いいよ。ゴリラのぬか漬け。なんで図なんで、図だろ。そうなんですよ。ゴリラに恨み持ってんやろな。ゴリラ嫌いなんだろうな。シンプルに言葉ミスってんのがさ、なんかあの滑ってる感じしてかわいそうだよな、ちょっと。いらっしゃい。やめろよ、普通の小手半でそうしようと思って。場合によっては、だってこれがあれだろ、本名っていう可能性も全然あるから、ね、ないだとしたら恵まれてなさすぎでしょ。ゴリラのさん。ゴリラのさん。ゴリラのさんちのぬか漬けくん。ゴリラのさんちのぬか漬けくん。ゴリラのさんちのぬか漬けくんはかわいすぎる。山口さんちのつそむくんの方がだいぶマシやもんだって。ゴリラのさん。一生親恨むよね。ぬか漬けって名前をつけるんで。まあ二十歳になったら、うん、加速解明やろうな。うん、ああもうマジこのでいやいやいや待って、いやぐちゃ今ひどい血で赤コーラ当てられたな。あーもうやだ、ミラーやだ、ぬか漬け当たれこらぬか漬けに当たるなって。調子悪い。あ調子悪い。あ痛い。あ痛い。あ体調悪い。あれ虫に効いてるか。あ違う、2位だ。やったことない中学生のあの調子悪い時の言い訳。あマジ調子悪い。体調悪い。具合悪いもん今。めっちゃうまく立たない時の中学生。やーべ、保健室行きたい。やば。あーひえん。あーキノコ返せよマジよ。俺のとこに来たキノコ、ひょっとしてこれ君のか。ぬか漬けに当たれ。よっしゃ、ぬか漬けヒット。ぬか漬けのこと嫌いすぎる。もうちょっと愛してやれよ。え、ここの3位で？え？1位どんだけ離れて、めっちゃ離れてる。1位どこ？あのキノピオ。まあでもそこまで離れてるかといえば微妙なラインだけどね、あれも。スター出てきてびっくりしたし。いやいやいや。うわ、ちょっと待って。やらかした。バサ早く投げて、前に投げて。オッケーオッケー。よしよしよし。うそういった。よっしゃー。あー、くるぶしくん？くるぶしくん？もうそれに関しては。ああ、そうだなー。最後3人にピュンって抜かれないけど。具合悪くなる。これは具合悪くなる。これ具合悪いよな。これダメだよな。バッサンの最後のくるぶし君接触事故がすごいじわじわ来てんだよな。ボソッと言ってきたな。ちっちゃい声で。接触事故が。そんなちっちゃくねえだろと思ったけど、マジでちっちゃいか。マジでちっちゃい。どこ痛い？地図痛い。あ？地図ラン。あ、一旦抜けます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またぜひ入っていってください。チーズについて、世の主人たちは語ることを避けてきた。あ、なんだっけそれ。あのシビライゼーションな。演劇と、あの演劇のあのあれを、あの文化をこれ解放した時のやつ。したときのやつだ。チーズについて。世の詩人たちは語ることを避けてきた。最近シビライゼーションやってねえな。やる時間ねえでしょ。やる時間がない本当に。
あれだってもう6時間持っていかれるからね。そう、本当に。マリシャブー！ああ、1個しか取れなかった。なんか、3枚取れた。ひぃー！荒れてる、荒れてる、荒れてる、荒れてる。怖い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 。うわー、抜かすつけ、お前。怖い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 。ああ、おい。もうすごい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 。怖い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 。うわ、濃い。マジ体調悪い。マジ体調悪い。マジここ体調悪い。いやマジアメリカ勢の赤コーラすげえラグすぎマジ怖え。やばいやばいやばい。あおはようサンフランシスコ。あいて。おはようサンフランシスコ。西海岸行ったな急に。あのアメリカ勢打開狙ってるかもしかして急ブレーキかけたぞ一回。マジで、うん。ここで打開は無理じゃん。厳しいよ。単純な操作ミスか。ラグの可能性も。ラグか。その可能性が高いな。いやマジかよ。ちょっとだけ順位譲って。あ、俺の赤コーラが消えた。じゃあね。そのじゃあねは赤コーラに対してのじゃあね。まあそうね。比較的。はあ。おい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 。ゴリラのぬか漬けおめえ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 、なんだこれ似てない、ちょっと半端に似まあこの狭いところ似てはないし、いけるかいけるか、いった、あーかっこいい、やめてー、ピルルルルル、ありがとう、お前さんがブーメラン投げてくれたおかげで僕にちょっとした余裕が生まれたよ。じゃあ俺に感謝して。ありがとう。感謝を語って口にしてくれ。赤いの赤いの赤いの。どうしてそんなに来ちゃうの。ねえ、ちょっと本当に本当に。うわあ、バルさん託すぞお前。おいバルさん託すぞお前。おいバルさん。ぶりでもやめろ。やめやめやめ。阿比教。やめよやめよ。桜の名前言ったな。すごいな、なんか2位以下が団子になってる状態で1位武士が悠々と。いやなんか来ねえなーと思いながら走ってて。いやすごかったよ、余裕のゴール。2位以下はすごかったよ、みんなで足を引っ張り合いしてた。さあどこ行きたい。ミュートシティ。ミュートシティ。はい。おかしいな、この前裏で武士とやってた時俺めっちゃ勝ってたのにな。そうなんだよ。ボッコボコにされてて。うん、普通にクソ泣いてたんだよね。あ、もうやめな。俺がいるせいか、やっぱり。バフ？今井さんがバフ？デ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 バフ？今井さんがデバフ？あ、今井さんが梅ジャムに対するデバフをかけてる説。なるほどね。大いにある。ちょっと本当にデイブロックあたり行ってくんない？デイブデイブロック。一人でね。一人で。迷い込んで。ここはどこですか？あ、青色のブロック。お前と申します。あれここは D ですか。いやまあでも、あ、今のうちに言っとくよ、明日ちゃんと時間チェックしとけな。そうだね、うん、本当に何時だ。遅刻すんなよ。本当に結構早いぞ、18時とかから始まるはずだ確か。いや17時半にまで、うん、もう集まっとかなきゃいけないね。15時間からのこと。多分ね、遅れたらね、とんでもない数のメンションが飛んでくるだけだから、うん、あ、だし最悪遅刻したらもうそのままポイントゼロで行くっつってたね、うん、言ってた、遅刻は許しまへんでっつってた。まああれ運営の人がやった経験があるっていう。どっちかな。そうだね、うん、どっちかな。グかな、グチさんの方らしいけど。まあやつやろうな。まあ、ブーメラン、やめてブーメラン。ブーメラン。おら、おら。途中まで。あ、クソ、最後のジャンプアクション失敗した。事故った。途中までノーアイテムで行こうと思いました。マル。梅ジャムくんあげる。いいんだな、君は僕を怒らせた。容赦なく君に僕は赤コーラをねぶつけたいと思うよ。みんなが前へ、明日は許して。うわ
うわやばいやばいやばい、来る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 、キャー、死にもらえる、大丈夫、一個までなら耐える、2個目は梅ジャム君から戻ってくれ。あー無理ー、いやーやっぱ難しいなー。アークス今のいいんだな、もっと、あそこってさ、ニュートラル、ニュートラル、ニュートラル、ダメなんかすごい横に跳ねてたやつにぶつかった岩井さんが自分で投げたやつですおお、いやマジかよ、その緑コーラ、なんだ今の反、もう梅ジャムと共に緑コーラに殺されたんだけど一人、ね、ねが早い、ねが早い、あーここでさ、あーもうやめてくれ、いやーこれこ、これはできねえな、あー遅かった、戻んの、おいクソが、お前落ちていくんだったらやんじゃねえ、こうだ、そしてガチ、また机がへこむ、あー誰今よお前があははははは、あははは、2だ、3位だ、ミュートシティはね苦手だけれどもね、4万抜けてくんねえかな、ジャムさん再開、ジャムに来なんもしてんね、集中集中集中、違う、いやマジサンダースターキラーキラーだぞどれがいい？ニスフマイズやの地獄。チーズランド以外ない。ああでもリボンロードもありだったな確かに。いやまあチーズかリボンやな。うん、でも今日やってないのはまだチーズなんでちょっと。もう明日なんですねマリカ、はい。明日とっても楽しみです。あっという間だったな。話し合ってから。100cc。100。あ、ね抜けたね抜けた。うん、よかった。ね、多分根が嫌でみんな抜けた。ああ。したら根も抜ぬか漬けだけは嫌がる。お前、ほんと許さねえがんな。お前、それ息子の乗り物じゃねえかよ。何奪ってんだよ。あのカード。ジュニアのね、ジュニアの。ジュニアの船じゃねえか、あれ。理解理解。お、ほんとだ、よく見たら。やらかした。いや、ここここここ、いやいや、100遅っ、これ100遅っ、言うたやん、言うたがない、100かっつって言うたやん、自分でも言うだけ覚えがある、俺は一体何のため君お、僕のこと何も聞いてくれなかった、なんか今井さんが一気に老けた気がするんだけど、気のせいかな、あそっか、やめとけ、今井さんはもう老けてるだろおそれはそれは俺言ってないよまあそれでも食らうの俺なんだけど、ね、俺も最近老けた、前に出た途端に緑コーラ当ててやる、お前にしでえ、ジョイ抜かれて独占じゃない今これはもうあれや、ゴリラ抜かれたよ俺、いやゴリラおお、ゴリラ抜かれたっちゅうねん、えマジか今の、うーわ滑るなやっぱりここ、いやあ、ほんとね、ずるずる滑るこれ。やっぱ砂だと滑るんだよね、これね。うん、そう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 。うん、そう。チーズなんだな、チーズ。砂っていうか。チーズか。粉チーズ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 。チーズ。チーズについて。よし。チーズ。渋ネタは、あの、他の3人に伝わらんから。よっ、ぬか漬けだよ。ああ、やばいやばいやばい、ゴリラ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 。ゴリラゴリラゴリラ、おい、もう一回か、おい、おい殺すかんな本当に、おい、おおマジで、殺害予告出すかんな本当に、これ狙えるかな、お前それはやめとけ、あ、おい、いや勘弁してくれ勘弁してくれ、やべえ、これ150でやりてえここ、ゴリラ落とすか、ほら、ゴリラ落ちたかな、落ちない、生きてる、ゴリラ生きてる、キー。失敗した失敗した失敗した、もう一回生きるもん、あーしかもテレサで持ってかれた、おおゴリラ助けてくれ、打開された、すでもこんだけさ、ゴリラのぬか漬けとか言ってっけどさ、これリスナーだったらやばいよ、
やばいよ。わかんない。もしその可能性は大いにあるよ。明日の参加者が今井さんの入りみたいに名前変えて入ってきてる可能性もある。ぬか漬け名前やってるかもしれない。ゴリラのぬか漬けです。誰みたいな。いじってしもたな。だいぶいじってしもた。死ぬほどいじってしもたな。どうするこれ大御所やったら。いや、知らん。もう、たとえこれが菅田将暉でも俺らはいじるから。菅田将暉でも。入りますか。二宮和也でも絶対に言うわ。いいあ、大丈夫ですよ。多分入れますよ。はい、全然大丈夫ですよ。ただ、そう、僕らと一回も遊んでないとなると、部屋をちょっと一回探してもらうことになるけど、ちょっとそこ頑張ってもらって。はい。すげえ、ミサキと翔平がいる。お前ら絶対カップルで今、スイッチ2台でやる横並んでやってんだろ、絶対ミサキと翔平三上5位。2人ともしかも英語だろ。本気出すぞ。お本気だ、本気だ。あの、ひがみがさ、ひがみが強いよな、やっぱり俺たちはな。ひがみの強俺たちはなって、仲間にすんじゃねえ。ひがみとはそれは強さ。おい、白くない。おい、おい。あ、皆さん入ってやろうと思ったら真横だった。ちゃうんか。あいや、まあ。いや、それと同時に俺は訓練でもあるという話をしただろ、今日は。しましたな。こういうことやられるからな。おい、翔平、待ち、翔平。翔平、へい。それもわかんない。それも伝わんないのよ。もう。翔平、へい。翔平ネタはもう伝わんねえかんな。ああマジバナナファック。ミサキコラお前。バナナファック。バナナファック。バナナとファックを合わせるの。バナナファック。おっしゃ。翔平狙うち。どうせおめえ翔平のバナナ加えるしか脳がねえ。いやバイ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 。翔平がバナナを踏んでたよ、白くんのバナナを。白くんのバナナを踏んでた。白くんのバナナを踏んでた。するからヒュンってするからやめて。ヒュンとするほどないでしょ。侮辱ぞ。侮辱ぞ今。いかん侮辱でしたよ多分。確かに確かに今の侮辱はいかん侮辱でしたね。いかん侮辱だったと思いますな。今のは俺申し訳ないけどおもろかったわ。ごめんね本当に面白い。僕もあの間を見計らってたら面白い答え飛んできてちょっと笑っちゃった。いや。おテレサてめえ誰だ。シロンク。バッサー同じところで止まんのやばいんだけど。やばい同じミス。あーくそニスク失敗したし。いやもう最低すぎるそれマジで。翔平これ投げたの。ねえ、なんでそれ投げたの？もう一回。あーマジ。おいそれうわ三崎にも翔平にも抜かれたもう俺生きる価値ねえ死ぬわ。まずくるぶしさんに言いたいことしては、ね、あの今やったらあの僕としてはこう距離が取れるかなと思いまして。ちょっと防御アイテムで使え。お前それで1じゃなかったらぶっ飛ばすかんなお前。え大丈夫大丈夫。1じゃない1でした。おーいえブーヤブーヤ。いやーなんか飛んできた。え今井さんのバナナ踏んだもしかして。あー痛いヒュンとするヒュンとする。あーやべ美咲と翔平にサンドされた。やべ電車だ。あれじゃねワンちゃんうちのリスナーさんじゃない。逆にあれだよ、あの美咲と翔平でこうあの2人でこうなんかワンツーフィニッシュ決めようねみたいな間のところに黒星がスッて入ってったの。美咲さん逆に入ってた。うちのリスナーさんじゃない俺。だとしたらごめん。だとしたらごめんだけど、僕たちはもうすごくフランクに絡んでいくからね。フランクに、うん、関係ないからだ。誰に来たらいじられるから。いじられるから本当にいじられる。関係性とか知らずにもうとりあえずなんか目についたものを全員ぶっ飛ばすみたいなノリで行くから気をつけて。我々狂犬だから。あの本当に狂犬だから今俺気づいたよ。今俺も気づいた、うん、すげえなんか柳瀬隆の漫画にいそうなやついる。いる100だまた。もう 100cc はやめてくれ。こんにゃくマンだ。え、わからん。醤油にしっかり味染みとるであれ。黒かったな。何時間煮込んだんだろうな。煮込んでるなあれ。いい味出てるよあれ多分。ただいい味が出ていようが、あの
本当にあの赤コーラ連続で3回ぐらい当ててきたらもう俺は許さないってなるけど。もう僕は言うてあれですからね、三上の中では恩恵派ですから。嘘、うん、よく言うぜ、うんうん、恩恵派ですよ。え嘘、私はリスナーの皆さんは分かっていただけると。この中にそんなやつにおいおいパイ押す、はい、パイ押すマジ。パイ押すってな、うん、パイ押すっている。 あいつのあのミーの顔ちょっと好きなんだよ。あーミスった、あーミスった。あれをやろう、あのペコパツッコミ形式でいこう。何でも優しくやる、基本的には優しく優しくいく感じ。そういうこともある。そういうのも不思議な。赤コーラを当てるのがうまいみたいな。それは誰も埋めんじゃねえかな。誰だって当たるもんな、投げればな。誰だってやったしな。緑コーラ、確かにそうだよ。緑コーラだったらわかるけど。わかるけど。そう、緑コーラだったら、あ、うまいなって思うけど。あ、テレサ今、ボッケに気づく間に時差ボケがあったわ。よっしゃ、ミサキクリーンヒット。え、それ、シロン君ボケだったの？ちょっとバスターさんのせいで僕も滑ったみたいになったんだけど。え違う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 、元から滑ってるのに俺たちがそれでなんか ボケたとかコードのボケだとかって言って、僕君が僕たちを道連れにしたんだからね。それで、ね、勘違いしちゃダメだよシロン君。2個はダメだ、2個はダメだぞ。オッケー、はい、もう調子悪い。ワンティ、もう最後調子悪かった、すごい動きしたもん。体調悪い。言われてるよ、恩恵派、恩恵とはとは恩恵だよ、何言ってんの。一番過激なイメージあるけど俺、うん、あの発言発言になんかリアルさが出るのが今井さん。何重にも意味が重なってる感じがあるんだよね。なんかあの梅ジャムとかはバッサンはまだあの映画の中のキャラクターである、あるある、わかる。ありそうな感じでまだ収まってるし、まあ俺シンプルに口悪いだけだけど。それで言うとそんな真に迫ってましたか、そんなに。うん、そうだね。それで言うとそう。じゃあもうちょっと真に迫らない言い方をしなきゃいけないな。無理じゃないかな。ああれみたいに、ああでもダメか。また100だ。なんだったんだ。いや難しいね、優しくね、優しく。なんかブレーキ踏んだよね、そう君。今、ちょっとあのペコパになっちゃった、今。優しくなろうと思って。優しくなろう。フェザータッチで。なかなか一瞬では優しくはなれないもんだね、本当に。シロン君、フェザータッチもしたことない。すごいんだな。なんか、武士が言ったのは聞こえた。今、さんにかき消されちゃった。すみません、いよいよ申し訳ない。大丈夫。あの、聞かれなくてもよかったことだからいいや。やばい、まあ、やばい、ね、やばい、違う、あのシンプルになんかシロン君ってたまにあの経験もないことを口走るなって思ってそれを言っただけだから。あのバッサンがさ、俺がたまにそのシロン君に言うなんかまあ割ときつめのネタあるじゃん。その時にすげえな、何か変えた、おおやば、何かを耐えたような笑いするじゃん。ああ、うんうんうん、わかるわかるよ。あれ地味に好きなんだよ。なんならあれを聞きたいがためにシロン君いじってるまであるから。あのシロン君のね、あの乾いた感じの笑いね。っていうような感じの。わあ。でもね、あれだマジで。ルピーだらけだ。ルピーだらけだけど中にバナナ合わせて落ちてんだよな。あれ。バナナも、ね、バナナもルピーだったから。バナナも落ちてた。バナナもルピーである。そう、バナナモルピーである。もう資本経済が崩壊しとる。うわぁ、バナナもこれルピーですって言うて、お前お店出してこいよ。何言われるか分かったもん。ペロンあ、何なんだ、俺なんかこのコースをやってるとなんかすごくやっぱりブレスオブザワイルドやりたくなってくる。ね、ゼルダやりたくなる。ゼルダやりたいな。よくできてんの。なんで今のそこそれそうなんねん。ちょっとインド人みたいな訛り入ってる。三上重工二人がかりで岬追ってるよ。
テレさんに盗まれた。あの美咲さんもしあのやってたらあの私ですよって言ってくれるとコメントで僕としてはありがたいです。急に三上のメンツ優しくなるよ。優しくなるよ。優しくなるけど逆に言うとあのコメントしない場合はもうあの我々はもうただ敵と見なすだけだ。やばいやばいやばい。やべ。あ、シロン君そこで使っちゃう？うん、使っちゃう。いい趣味してんね。あ、今の上手いなバッサンのやつ、それ好きだわ、僕いい趣味してんね。あったまってくる、あったまってくる、あったまってきた。すごいあったまってる、今。すごいあったまってる。あーちゅー、あーちゅー、ここサウナ？あーちゅー。いやー、あーちゅー。いや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 、こんなところに行ってしまった。逆に言うと俺昨日1000に上がったばっかだけど今2500まで来たんだね。頑張ってるじゃん。思えば長い道のりだった。ミュージックパークを練習したいって言ったっけ。はい、ごめん骨砂漠、うん、選んでなかった。あの連打しちゃった、ごめんね。なんかテラフォーマーズのやつ出てきた。おおお、ほんまや。ジョージがおる。ジョージって言うけど別にあいつの名前ジョージではないんだよ。でも声優は中田ジョージで。まあね。絶対確かに中田ジョージだったよ。中田ジョージだマジ。そうだよ。また100円。ジョージっつってんのあれ、ビブラの時から。ジョージ。ジョージ。そうだ。そうだ、そうだ。それでちょっと話題になった。ただ俺、テラフォーマーズ見なかったな。あの、なんだっけ。俺も見てない。なんだろう、いや見ようかなと思う、一時的に思ってたんだけど修正がやたら多いっていうのとオープニングの曲作ったのが中村稲田っていうのを聞いて俺見なかったな。やめてけってそういうこと言うの。本当にマジで。今井さんそれは本当にダメ。申し訳ない。今井さんの株が下がっていくだけだから。あれはねやっぱ僕らの世代からしたらやっぱり無理よ。何した人なの。もう忘れろ。もうやめろ。え、気になるんだったら後で調べろ。後で調べろ。いくらでも教えてやるから。はい、はい、調べます。これ以上広げるでない。爆弾。最悪。なんでマイケル・ジャクソン出たの。悪いイージみたいな感じだったけど。マイケル・ジャクソン。あはははは。ちょっとすぎた。はぁ。なんか林は混ざってなかった。混ざってない。気のせい気のせい。それはね、あのね、ちょっと動画見すぎだよ。もう本当にシロン君はもうインターネットばっかりしても、お前本当に許さねえからな。高らかな笑い声が聞こえたな。人って簡単に悪魔になれるんやね。それ好き。あ、シロン君にプレゼントしようと思っていた赤コーラが取られてしまった。おー、ダメだ。いや、もう最悪。逆半切った、なんで？これあげる。死ね。死ね。わー。わしのコイン返せや。さっきからずっとゼロ枚やぞ。それはこのレースだけちゃうぞ。危ねえ。死ねえマジで。もう言葉が悪い。ファーク空中でやられた。えげつない。いやマリカ、あ、俺どこ走っとんねん。柵の外走ったわ。はあ、死ねえマジでおめえ。もう死ねえマジで。クソ。何かこれ。ああ、それはない。それはない。さっこ、俺このゲームやりたくねえよ。俺もう嫌だこのゲーム。もうやだよ。今、もうやだよ。今俺9位だったはずなんだけど5位まで一気に上がったんだけど、なんで？
あのね、前の方5位、4位、5位、6位、7位ぐらいの集団でね、うん、なんか大爆発が起こりまして。怒ってたね。びっくりして、今井さんと俺がね、見事にね、その爆弾に巻き込まれてね。巻き込まれてましたね。ゴリラに跳ねられてね。おー、その後ゴリラに跳ねられてね。ゴリラに。あの、ガバの。うん、お互いにね。そう、お互いにもう、ガバが見えるし、このマップもガバだし、あの、GBA でガバね。じゃあ、わかりにくいな。わかりにくいな。また100や。どうした ?100 の呪いかかってるのか。かかってるかもしんない。バスさんのレートが低すぎんじゃね。あー、レートか。今頑張ってあげてんだよ。だったら今井さんとやった時に150にばっかりだったけど。まあ150ばっかだね。関係なさそうな気がする。関係ないさ。もっと高い人がいればで。あー、そういうことか。まあ言うて150はあれだぞ、グランプリは全部制したんだぞ、あれ星3でちゃんと。やりました。もうまただよ。やりました。みんなのせいで俺のコインはないんだよ。やってない。いつも俺の分に。なんで大外わざわざ飛んだよ。前いいんだから前の取れよ。そういう性格の悪いところがいけないって言ってんだよ。コロッコですよ。コイン取っただけですごい言われようだったの、僕今。相当恨んでたんでしょうな。コインのこと。恨まれてるね。コイン取ったことすごい恨んでたんでしょうな。あー、ニスク失敗する。あー、正月もう危ないよ。正月って言わなかった。あー、言ってねえよ、ボケ。どんな耳してんだよ。おお、もうおめえ実況者やめろ。まさしくそうだった。今いい反応したら、シロン君な。ニュって出てきてびっくりしたよ。いじめたおい。ルースク言ってんか。ああねえ、もうやだやだやだ、俺このままできねえ。あ、やばい、胃が痛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 い、マジ胃が痛い、マジ体調悪い、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 おー、それはマジ、それはマジ、体調悪い、体調悪い、体調悪い。クラクション持ってる、怖い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 。やっぱり使ってきた。しかもジャンプしてタイミングで。クラクションしやしな。あ、お前今笑ったか。やって、いや、さっきの今井さんと僕の構図だったなって思って。むしゃ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 。それは、むしゃ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 。それはむしゃ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 笑ってるから、むしゃむしゃむしゃ。その心笑ってるね。あ、カコーラはダメ。ほらほら、何だこれ。マジで許さんからね、今の。最後のやば。今のブーメランマジ許さんからね。誰今の。俺ではないです。俺ではないです。ゴリラだった気がする。翔平か、ゴリラ。翔平かな。ゴリラだった気がするよ。ボムやばかったな、あの最後のあのゴール手前。マジで ボム、ボム、ごめんなさい、ボムは僕です。3人くらい、3人くらいいたし、あの、C って言うなら、あの、スターでジャムさんを跳ねた、俺は。それ言うなって。あの、そのせいで思いっきり机バーンやって、スイッチがドックから取れました。負けてる理由が。お前、だから、あれ、それは重量級の吸力が変わってない。机の衝動で、ビュンって浮いた。中のドックのスイッチ。ドンズスンですね。あのみんな飛ぶやつね。借り物だから大事にして。探し物は何ですか。見つけに来た。貴様らの弱み。ゴリリにくい。お前らの弱み。弱み。正直すまんかった。バスに握られてんの。誰に握られてんの。ぶつかる必要のないね、暴力を食らったからね。覚悟しろよ。バッサンに対して。なんだお前ら片手にキノコ持ってよ。ババコンガかよ。持ってるな、確かに。ケツにくっついてますけど。もついてる。あれ？あ、モンハンやってる人いる？この中で。はい、モンハン、モンハン好きだよ。何の話？モンハン好きだよ。急に何の話？モンハン、モンハン、モンハン、モハメドアリ。あ、誰だブーメラン投げたの。マジブーメランってなんか俺の、ね、俺今さ、俺人に投げたの。何、ジャムさんに当たった、もしかして。当たってるわ。
当たってたよ。やってるわ。あいつマジで今温まってる声してるから気をつけて。今温まってるよな。本当に気をつけて。だいぶ温まってるあれ。おい、俺もこうやってさ、なんか冷静に喋ってるように見えるけど、めちゃくちゃ湧いてるってこと気づいた方がいいぞ、本当に。すごい来てる、すごい。なめんなよ、マジで。いや、一生、わかんない。キノコ使ったのにショートカットミスった、めっちゃ恥ずかしい。ダサ。うん、ダサかった、今のは。ゴリラ、お前、ボム兵をケツにつけて何しようとしてる。ゴリラ、お前、僕のダブルアイテムを取ったな。うれ。しかもお前、スター持ってんな。いや、きつ。何、ゴリラ。翔平、お前。お前か、翔平。お前か。あ、ごめん、お前なのか。悪弾は俺だよ。あ、君か。わわしごめん、翔平。ごめん、翔平。そういうこともある。いやー、それはもう、マジで、あ、キノコ使っちゃって。あ、おい、翔平、マジで、お前よ。その、なんだ、サウナ帰りみたいな顔よ。汚い。デフォルトや。サウナ帰り。デフォルトや。言うたんな。サウナ帰り。おい、一枚もなくなっちゃう。ちょっとその言い方俺好きかもしんない。いや、サウナ帰りは面白すぎるでしょ、マジで。面白かったな、今の。雷とか来い。うわ、ダメだ。おぶねえ。ここ一人引っかかった。オッケーオッケーオッケー、僕も引っかかった。よくいいな、ファック。なんでそんなところにゴミみてえなバナナ置いてんだよ。それは俺、多分それは多分俺。俺指摘され身内だと分かった途端にしねしねやもんな。どんどんお口悪くなってる。じゃあ一回ちょっとリセットしてみよう。いいね。ね、一回リセットしよう。リボンロードで一回ちょっとここ呼吸生きるよ、生きるよ。なんかお嬢様言葉とかじゃなく、普通にシンプルに、うん、あの悪い言葉を使わないように。すげえ、電波めっちゃ入ってるやつ。俺なんか昼間も見たな、あいつ。Wi-Fi。Wi-Fi。Wi-Fi って落とすんの？Wi-Fi おる。Wi-Fi の顔のやつがおんのよ。ああ。目が開いた。怖っ。開いた。怖え。怖え。Wi-Fi って名前だ。ほんまや。ほんとだ。しかもあれ、目じゃなくて口では。口かあれ。開いてたんだもんな。口かあれ。うん、あ、口か？ドラゴンロードだ。開いたってことは口でしょ。あ、そういうことか。怖っ。そういうことか。よし。じゃあ、お口に気をつけて頑張っていきましょうね。はい。そうだね。じゃあ、明日本当に出るよ。いやでも知ってる人だとっていうか、なんだろう、まあ知ってる人かとかでやると別にそんなに出ないまあね。あ、やばい、俺は大丈夫。やばい、11超嬉しいわ。やばい、あー11嬉しい。やべ、それは別に嬉しい、綺麗な言葉とかではない。嬉しい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 、あー嬉しい。ハウチ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 頑張って、そうポジティブに、ポジティブに言葉書いてた。いい書いてるな、あれな、頑張って。気づいたらちょっと笑えてきちゃった。はじはじ、シーラー、危ねえ。はしろな、ニハオニハニハオ。やめろ、笑っちゃって、そのハンドル操作がいいから。わしらは、しゃあな、しゃあな。この間、あの少林サッカーをネットフリーで見ですよ、面白い。懐かしい、懐かしい、うん、やっぱ見て面白いんだよ。何回見ても面白いんだよ。あれはもう何回見てもおもろい。最近あの子のまんじゅうがちょっとしょっぱいだよね。あ、そう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 。なんかあの作品さ、イニシエのナロー系って感じがすごいするんだよね。本当にね。イニシエだ。わかる気がする。わかる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 。あと、あの時代の中国映画特有のちょっと品のない感じね。そうそうそう。あ、ただね、何回見てもやっぱり面白いよ。最高の B 級映画だと思う。あ、もうやだ。いや、もうやだって言葉使っちゃダメ。楽しい。楽しいな。無理してる感がすごかったな。すごかった今。楽しいな。ファイアボールがやべ。あー、かっこいい。ごめん。これそれはシロン君に投げるつもりじゃなかった。あいつま。あ、アイテム取られた。楽しい。よし。あ、楽しい楽しい、あ、楽しい楽しい、あ、楽しい、あ、楽しい、あ、楽しい。防御アイテムがちょっと剥がされちゃった。深呼吸、そう、大事で深呼吸。俺もツルタイロみたいによく当てるかな。はい。
あ、ダメだ、俺鶴太郎みたいによく始めるわ。生薬の力が生きている。まずあの蝶を外して、蝶を外したりずらして こうやってね、あのグリングリングリングリするやつ、グリングリするやつや。朝ごはんを何時間かけて食う修行僧みたいな。そうそうそう、片岡するからもね。とりあえず僕あのジロンって人はちょっと今後一切一緒にプレイはしたくないかな。ジモン、ジロン、ああ僕じゃなくてね、どっち言いたいね、リボンがツルツルか。いや、リボンで。はい、ジモン。マリオスタジアム、もう訂正する気もなくなっちゃったもん今。そこまで。シンプルにマジで、うん、マジで俺のこと狙ってるとしか思えない行動しかされてなくて、まあ偶然なんだけどね、 100% 愛されてるね。あ、ジロンっている。愛されてる、ジロンだ。ジロンっておるわ、ほんまや。シロン君のなんか立ちもんみたいなやつがおる。立ちもん、ね、彼のハンドルネームかもしれないじゃん。ジロン、シロン、ジモン、寺門。そうそうそう。肉について詳しいんだけど、そんなに面白くない人。そう、あのね、無駄に知識はあれど、バラエティ向きではない、あのおじさんね。カットしないで、ね。そうそうそう。カットしないでね。あったな。お、アイテム取れ。あ、アイテム取れないの楽しい。あ、笑っちゃった。ダメだ。バッサンのそれ大好き、僕。楽しい、楽しいで笑ってくれてんの。そうなんだよね。そうなんだよな。でもね、ここ俺白くに笑えてもらえてるの嬉しいわ。そこね、あれらやるらしい、なんか飛ばない方がいいらしいんだよ。うん、そう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 。昨日しこだけ、え、あ、なんか梅ちゃめになった。申し訳ない。ああ、 なるほどね。あいつ第一これをあげよう、第一これをあげよう。緑コール危ねえ。お、なんだ俺、なんか手に入った。では皆様今から、お引きます、お引きなさります。何を なさります。スターで、スターで、あー、びっくりした。皆様を地獄のスタンダーじゃねえ。スタンダーじゃねえ、スタンダーじゃねえ。俺だよ、スターやってたんだけど、うん、壁にぶつかりすぎて、攻撃何一つできなかった。楽しいね。楽しいよ。うち誰や。僕。ホームセンター。あ、違う、ホームセンター。ホームセンターって名前の人がおんねん。いるいるいる、ホームセンター。あいつがさっきなんか1位譲ってきたから、なんだって思ったら、トゲのこと見てたんだねって思って。あ、なるほど。あ、あ、隣のゴリラが、あ、青コーラにぶつかってた。あー、キノコの手前で止まりたかった。あー、まだある、まだある、取れない。ゴリラ、ゴリラ、森の中に昔から住んでる。住んでんの？ダメ、ゴリラやしな。やめて。あ、ダメだ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 、12位なんてダメだ。ちょっとアイテムがない、アイテムがない、何の打開もできない。あぶねー、ね、なんとなくでも今あれだね、俺もなんか上位に食い込めるようにはなってきてる気がするわ、うん、最後の最後で梅ジャム抜きましたかね。さっきから梅ジャムが無言なのよ。もうね、喋らなくなっちゃう。温まり尽くしてる。僕トイレ行ってくるね。あいよ。もうだって二度とやりたくないでしょこの人。もう口を発する。危険だ、かなり危険な状態だ、あれは。あれは危険な状態だ。お、やばい、もう、なんかもう、コーヒー飲めて。コーヒー飲めないねん。ねえ、さ、明日買ってこいよ。じゃあ、買ってこいよ、本当に。明日こんな時間ぐらいまで普通になんか喋ってる可能性あるし、なんだったら明後日はもっと長いからな。え、明後日何？俺、誕生日だよ、俺の。あー、そっか。今井さんの誕生日か。うん。去年の今井さんの誕生日、俺と今井さんだけだったよね、確かね。二人で行きした。今回は全員巻き込みます。全員巻き込むんだ。明日何時からだっけ？明日じゃねえや。明後日。明後日は。今日時間はね、まだ決めてないですね。あ、じゃあ、でも
まあ日曜日だしちょっと早めから始めた方がいいかな。8時かな。いいね。あ、本当。ああ、8時だったらいいや。しろくん帰ってきてんのかこれ。帰ってきてねえな。どうしてもね、日曜日だしな。しろくん、あんまり遅くに始まっちゃうけど。始まってるよ。ハンデ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 。こっから打開するから。ハンデなんかねえよ。お前そこまでうまくねえんだから余計なこと言うのやめな。おじゃあこれで1位取ったら、1位取ったらそうだな。どっちに行って今の、しろくん？それとも俺？なんでバッサンだと思うんだよ。俺もうまくねえからさ、このゲーム。ね、被害妄想がえぐいね。やだもう。嫌なのはこっちだよ。あんだよ。俺知らない間に一人傷つけてたってことなんだぞ。そうだ。勝手に傷つかれて、もう俺どうしようもねえよ。あー、そのファイアボール。どうしたそのファイアボール。反応が早い。ドラゲないじゃん。はい、ファイヤーバー投げるような男ではない。ファイヤーバー。そうファイヤーバー。安心したもん。うめえじゃん。ファイタイガー。君の1位を脅かそうとする2位が現れたらすぐさま俺はこの赤コーラ投げる。タイガー。タイガー。アップルカードゴリラ許さん。俺今地獄に立っているかの。あーこれダメだ。逆回転。やべ。ああ、インコース。そう、俺の相手に取られた。これ自分の。うわ。いや、キラと兵装。ああ、ファイアボール。いや。もうダメだ。いや、これは俺もダメだ。クルタム、一緒に頑張ろうな。いやーに、なんとかして。この1位のやつをジロン。読んだ。うちこそごめん、それ呪文。コーラはやめて。いやー、青いのがいった。いやー、もうおこ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 だから。おこおこって鳴く動物。おこ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 。大地がスターで返してやがる。いや、返してない、あれ。あぶねえ。いえ、どっちだ？ 3 位、よし。あダメだ。ゴリラ誰だ？あのゴリラ誰だ？ゴリラ、あのゴリラ、あれだよ。ホームセンター。ホームセンターじゃかな。ああ。第一だ、第一。その前はホームセンター。ホームセンターの方ですね。嫌いだわ。僕3位でしたよ。梅ジャムがようやく帰ってきた。ちょっとお茶をね、500ミリぐらい今飲んできた。水分が足りなかったんだね、多分ね。プッキャパッスル、ヨッシーバレー、パックンスライダー。ヨッシーバレーかなぁ。ヨッシーバレー、道狭いところちょっと苦手なんだよね、僕。クッパバレー。苦手っていうか、なんだろうな、ヨッシーバレーは、まあ、打開の難しいコースですからね。ギミック少ないからさ。ん？ギミック少ないから。ああ、そうだね。それでちなみに隣でずーっと見てたあのマラヤさんがついにギブアップです。ええ、マラヤさんずっと隣にいたの、喋らずに。喋らずずっと隣で見てた。マラヤ先生、たまにナゲットをね、こうつまみ。ただいま。危ねえ。マラヤ先生、そのポテト、あの今井さんの髪の毛入ってるよ。ああ、やだやだ、やつもやつで1個買ってあったから、食べたから。うん、お腹買っていて。マックね、たまに食べたくなるね。そうね、たまにね。よし、じゃ梅ジャムのためになんとかやってみますかい。ちょっとね、こういうプレイもね、やっていかないといけないんだ、こっちは。俺たちチームだからね。はぁ、なんやねん、ほんま。はぁ、今、汚い言葉で言った。え、綺麗な言葉で。なんですの？いや、なんですのはちょっと違うから、おら。あー、お前マジでデブがこら。梅ちゃんはもう隠す気がない。危ない、スリップストリームダメだ。デブってこのことかな。やべえ、そうそう、スリップストリームあかんて。なんかすげえ。今非常に気味の悪い状態になってました。今何人くっついて走ってんだっていう感じで。なんか5、6人ぐらいさ、ピクミンしてるよ。ゴリラが一人落ちてったような気がするんだよな。マジ首都高で走ってるヤバいやつらと同じくらい。ヤバいやつら、すごいよ。
並走の仕方がやばい。並走の仕方しとこうだからマジ。おお、マジぶつかってきやがったな第一お前。ツイッター特定すっかんな。ああ、怖い。第一特定できるわけないよ。大地やん。めっちゃ出てくるぞ大地。鬼のようにおる。いや待って、2位でキラー持ってるやついる。マジで。多分上がってきたんだろうな。普通に。これはすげえ成り上がりじゃん。大地だ。大地落ちてった。え、もうない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 。あ、もうダメだ俺。おな、あ、ダメだ。大ちゃん怒られた。今俺何かをあれしたわ今。ジャック海王おるやんけ、よく見たら。え？いや、クルーシュ、白川ジャック海王来てるよ。ジャック海王いんの？ジャック海王来てるよ。ジャック海王作るってマジか。俺の勝ちだーっつって。来てるよ後ろから。もう攻撃はないのかね。降参かな。やったー。降参かなっつ。やったー。本当だ、ジャック海王いる。ちょっと嬉しい。後ろ、君の後ろからジャック海王来てるよ。ちょっと嬉しい。今メンタルがもう。怖い怖い。絶対知らないものが。純粋にジャッカイを嬉しいな。ジャッカイをいいな。すげえ好きなんだよな。すんごい好きなのよ。大地許さん。ボソって。ダメだ俺。ちっちゃい声で。マジか。あぶね。その赤コーラ。え、なんかあ、誰かの。よし。エイトアイテムパクった。あ、誰かのエイトアイテムのスターをパクった。めっちゃ運いいじゃん。パクられたら消えてるよ。なんで俺スター発動しねえんだろうってなってる多分。あれ俺のスターは弱海洋は友達になりたいな。いや、なりたいね。弱海洋いる。弱海洋はいいな。弱海洋友達になりたいな。三上重工弱海洋で盛り上がっちゃって今度。弱海洋好きだからね。弱海洋は大好きだよ。あのコメントにいるよ。リスナー。あ、弱海洋。リスナーだった。リスナーだった。いやね、マジで弱海洋はね、キャラクターとしてめちゃめちゃいいんだよな。そう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 。弱いと思いきや、弱いと思いきや、レッツさんとまあまあ互角の戦いしたからな。その上でね、あの、なんだろう、あの、なんか負けてもへこたれないあのメンタルね。そうなんだよな。いや、この自分でなんか分かりにくいネタやめようっつってんの。ごめん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 。じゃあ、弱海洋は仕方ないよ。あれ、盛り上がっちゃった。弱海洋は仕方ないのにかい、君は。だから今謝ったじゃん。だから今謝ったじゃん。宮城さん、一旦抜けますっつって、もしかしてジャック愛を作って帰ってきたかも。そういうこと？ネタわざわざ。ネタ仕込んでやってきた。なんでそして選んだのがジャック愛用だったの？それはある、わかる。いや、それは本当に、すごく、すごく僕たちは、今僕たちのツボにはすごくハマったんだけど、まあ僕たち、主に俺と今井さんだけなんだけど。うん、主にね。あいやー、お互いのボムが光り合いましたな、今。光りましたね、今ね。あー、やはり僕たちこういう運命が。僕たちこういう運命か、すやばい。何に当たったの？もはや何に当たったかすら分からない。ゴリラが一体落ちてったな。いや、もう最悪だ。死んでくれ。よしよし、キノコ来た、キノコ来た。はーいは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 い。おい、ヒューマンビートボクサー、おい、ヒューマンビートボックス。バカ野郎、危ねえ。何かに引っかかったぞ今。俺何か引っかかったせいで、何か引っかかってきた。危なかったな。で、めっちゃめっちゃゴリラのキノコパクれるわ。ゴリラが譲ってくれてんじゃないの、優しさか。ありがとう、ね。あれ久しぶりにハヤト。ハヤトおるが。間に合え。間に合った。え、待って、え、なんで？なんか落ちてったな今。
あ、怖かった。あそこって、あそこってスターじゃ届かない。届くよ、届くけど。あと届くけど。あれか、早いジャンプアクションだとダメなのか、もしかして。これ今100だよ。揺れてる時はダメ。揺れてる時はダメ。ああ、なるほど。うん。そういうことか。プラス確かこれ100でしょ。あ、マジ？うん。そりゃ無理だ。100cc です。ビッグブルーかな、うん、だね。今日やってねえもんな。やってねえもんな。やっぱ俺たちビッグブルーだよな。なんだ？なんかチーム感出てんな。俺やっぱ美咲と翔平カップルであいつら同時に消えたもん。確かに。ほんまや。ね、ほんまや。美咲と翔平。答え合わせ。確かに入った時も2人同時だったしな。グギギ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 ギ隣でやっててだんだんくっついてその気になって金曜日の夜だしっつってこのまま今から第2回戦よ。第2回戦だ。ああ、やめと。次は一体どんなキノコとバナナが乱れ合うんでしょうね。キノコとバナナが一本に。ご乗車いただき誠にありがとうございます。次は悲しくなってきたな、なんか。ちょ、やめんなって、やめんなって。やめんなってくれ。やめる方が悲しくなるんだよ。待ってたよ、俺は。なんか、眠くなってきちゃった。なんか、心に余裕がなくなってきちゃった。そこまで。ここは梅ジャム、早いな、やっぱ。早いな。ビッグブルーは俺やってない。え？これミュートしかやってない。そう、ミュートしていいよ、ジャムさん、梅の。今井さん、それダメ。おお、危なかった。おい、みんな三上だよ。危なかった。俺の後ろにもいろってことやな。後ろに向かってコーラ投げていいか。ダメ。ダメ。やめてくれ。その赤コーラ前に投げて。やばい、それまずい。ほら、じゃあ前に投げよう。やめろ、それ僕だから。あ、マジか、これそうだ、100cc じゃん。梅ジャム失敗して落ちてた。いや、150だよ。150だよ。あれ、150だった。梅ジャム、ちょっと前から、僕の画面から見たら、ちょっと前すぎた、あれは。そう、もう後ろに誰もいなくなっちゃった。ゴム兵持ってかれたよ。おっしー、おーで、そういうこともある。よしね、そういうこともある。え、なんで譲られた。いや、もう最悪だ。サンダーはマジでかっし、しのこの言わずに。これなぁ、見えて。うわ、乗れなかった、アイテムねぇ。子猫食べてぇ。しょ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 。あ、マジ、今、シロン君、モームセンターをよし抜いたな。ナイス。よし。シルベスタースタロン。シルベスタスタロウ。死神だ、行こう。いっぱい出てミッキーにしたら調子戻ってきたな。いや、だから重さだって多分重さ。いや、俺全部これ、いや全部中量級だよ、俺書いてある。うん、あ、本当だ、ミッキーの方が調子出るんだ、やっぱ。あなたのパーソナルとなる部分なんですよ、きっと。多分ね、コアなんだろうね。で、まあリスナーとかに言ってないけど、あの三上内だけで共有したミュートシティ西区3連は俺黒川で成功してるから。確かに。あ、そうか。じゃあ黒ちゃんとミッキーが、黒川とミッキーなんだな。黒川とミッキーマジ本気モードだから。クロッキーそれはイラスト中だな。あのカイジと班長と花山はちょっとウォーミングアップ用。あー、なるほどね。あれ、カイジに合わせて兵道会長作ったんだけど、うまくできなかったんだよ。あんま似てないんだよ。なんでいろんな実作ってんの。楽しいから。楽しい、一番楽しいから。任天堂で一番楽しいは実作ってるの。そう、じゃあミートピアでもやれば。ああ、あれミートピアやりたい。それに金を払いたくね。正直すまんかった。君ら、どけてくれ。他のやつに投げるから。待って、なんでそんなことすんの。なんでそんなことすんの、シロン君。玉木浩二が出る。あー、なシロン君はシロン君のままだったけど。そうだね、シロン君はモノマネでも何でもなかった。
マジで、ムカついた時と腹減った時だけ、本当に玉置浩二出るからさ。どういう？スニッカーズ食わせて。あ、知らない、腹が減ると丸々になるんだよなって。あれか、あの呂布カルマとかになったやつ。あ、そう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 。あったね。バナナ置いてある。怖え。すんごいところ。わあ、あの一度あのバナナ怖。はい、皆さん前に向かってファイヤー行きますよ。はい。ほら。ホームセンター狙い撃ち。綺麗に一人だけ。君たちを外してホームセンター一人狙い撃ち。これができるのは。そういうプレイ上手くなってるどんどん。何言ってん。いやまあこれサポートもやっていかんとなっていう、まあ。なるほどね。最終的にはね。やはりこう。全員三つどもえでね、3人全員予選落ちするよりは。間違えた、投げちゃった。ジャッカーよ、ごめんね。は？あいつもわざわざ。ここから梅ジャムを1位にしてみるか。俺に無理ちゃうな。抜いたら赤コーラ飛んでくるじゃん。他人名だろ。赤コーラごと破壊してた方がいいなって思ったんだ今のは。チームプレーしたかったな僕。あ、もうダメだ。もうダメだ。じゃあ最初に言っててくれよ。やってたろ今井さんは。わかんねえけど。最初から最初個人の練習だから。個人の練習。俺の練習がこれだ。悲しい。せっかく3人ね合わさったわけだから。まあね。僕は1位になる練習をしないといけないんで。そういうこともやりたいなって思って。あ、もうダメだ。よーし。だめだ、やっぱこのステージがちょっと苦手かもしれないな。一回食らうとやっぱダメだなマジで。一気に落ちるときは落ちるもんね。だって俺あんなに差ついてる。2位と7位ってなんやねん。ないんだ、ないんだ。いやいや、じゃあ泣いてるわけじゃない。声が完全に泣いてる。なんであそこまで差はつくんだろうな。でもやっぱ一回食らうとダメだよなのあれ。うん、そうだね。で3周目のラストのアイテムって割とさ、もうみんなダッシュ系のアイテムじゃん。うん、うん、まあでもダイナミックアイテムだっていうことを考えると、まあ、より混戦ではある、うん、より混戦にある。団子になってればなってるほど後ろが強いけど、もうガンガン離されてるんだったらちょっとまたちょっと戦略変わってくるし。それとさ、今思ったんだけど、もうなんか練習っていうより普通にこのゲーム楽しんでる気すんだよね。でも楽しみながら上手くなっていった方が一番いいからね。楽しんでるのはいいんだけど、ただ俺は昨日からマリカやりすぎて、俺今日寝るときに親指痛すぎて寝れなかった。俺もボタンを押す強さ強すぎでしょ。一気にレート1000上げたらそりゃそうよ。何時間かかった1600は上がったからな、今日1日。ほんまや。昨日ね、レート昨日だって3桁だったんだよ、俺は。うん、昨日、シロン君と一緒に練習しようって言ったときは3桁だったんだから。なんか、うん、夜中にやってたね。頑張ってやってました。コツコツと。俺は原稿も書かなきゃいけないの。原稿も書いて。書く。優先順位を間違わないで。俺は割と、三上よ、このコツは優先順位高いよ。ありがとう。いいんだけど、でもお仕事は優先してる。生活がまず大事だからね。そう、あの生きるためにまず第一の生活をお願いします。はい、俺やだよ。ガチ説教やってる今。本当に言うてあれなんですよ、あのね、はい、僕がやってる小説もね、結局あのファンの皆さんに支えられてるものなんですよ。あ、もう終わった。電車と塀の間に挟まって終わった。見てマップ。あ、何そのさ、どうなってんの。えぐ、めっちゃ後ろおるやん。だって電車となんか柵の間に挟まってよ私。Wi-Fi おめえだよ、おめえのせいだからな。ということでお前に体当たりしに行くぞ。ああーもうダメだ。俺ヒューマンビートボックスダメだ。あのすげえスタッカーとなんか聞こえたんだけど今。割とねリアルな話ね、あれなんですよ、俺ね原稿書くよりもむしろね三上杯頑張った方がね
生活楽になる可能性あるんですか。やめなさい、やめなさい、それ。それ、言って、思ってても言っちゃダメだ。あ、違う。そういう意味じゃなくて、うん、あの、小説読んでくれる母数増やさなきゃいけないから。あ、うん、あ、そういうことか。あ、なるほどね。結局さ、あの、原稿、面白いものを作ることじゃなくて、面白いものを読んで買ってもらうことが大事なんですよ、俺の仕事って。うん、そうだね。結局、ファンいないとどうにもなんねえの。びっくりした、今、本当に。あの、一瞬 YouTube で過ごしていくのかと思って。そんなことはないよ。俺は小説家だよ、うん、でも YouTube で金稼げるってなったら YouTube で生活するだろ。 YouTube で生活するな。YouTube で金稼げるってなったら俺もそうするよ絶対。当然だって、まあ結果として自分の作品をアニメ化できるのであればそれに越したことはない。正直 YouTube でさ、おいくるぶしマジファッキューめん。いや俺のせいじゃねえ、それはシロンだ。僕だ、そのボムは僕だ。俺はギリギリで避けただけだ。避けてた、うまかった。危なかった。クソウィーニングしやがったのお前。なんか親指が紫色になってきた。ちょっと待って、強すぎなんだって。そんなならんやしてにやってんの。そんなならんや、壊れるわ。あのやばい。力みすぎだろ。ストレスかかりすぎて、俺、力になってるかもしれない、マジで。力。あれ、あの、親指の腹じゃなくて、第二関節あたりで押してみれば。あ、うん。あ、確かに。ああ。でも、むしろ第二関節あたりで押すとあれだよ。あの、なんか、あの、バックミラーも見やすい。あ、本当だ。あ、うん、バックミラーも見やすい。腹痛くなってきた。その代わり、ブレ取りがすごくしにくくなる。僕 A と B の間に置いて第二関節で押してるの。テスグリーン好きです。ありがとうございます。ガラガラ押していただいて、そうすればもうみんながどれぐらい押してくれてるかによってメディアミックスするかしないかが決まってくるから。そうだ、ね、そうだよ。僕はオジレットも大好きです。ありがとう。ちなみに新作の方はなかなかね編集部内でね評判いいらしいです。あれって面白いの本当に。めちゃくちゃ評判いいんだよあれ。うん。うん。めちゃくちゃ評判いいんだよ本当に。あれね、今日飯作りながら読んでたけど、ああおもれーと思って読んだ。なるほどね。最初こそちょっと読みにくさはあったけど、慣れちゃうとあれもう関係ない本当に、うん、あれはね頑張ったんだ。あれだ本当頑張ったんだ。あれをずっと書いてたんだ俺。なんか最近ずっと忙しそうにしてるなって思ったでしょ。あれずっと書いてた。あ、マジ大地お前。いやー大地やな。オッケーオッケー。ねえ、まあ、俺大地じゃないよ、ね、いやここめっちゃ人いたからブーメラン投げたらすごいことになるだろうなと思って。大地じゃないよ、ボイパーできねえよ。ヒュー、あーそれか。あーしょ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 。でもなんかさ、なんだろう、最近こう結構動画をすげえ見てもらえるようになってきてちょっと嬉しいんだよね。嬉しいねそれはね。普通にモチベがすごい、普通に嬉しい。そう、頑張ろうってなるからありがたいなってすげえ思います。あのお絵かきパート2どうでした？面白かった。ありがとうございます。君の感想じゃねえんだ。君じゃねえんだ。あーもうねーねー、何聞いてるんだ本当。事故ったんだ今それ面白すぎて事故ったわ今。面白すぎて事故ったわ。バスさんありがとう。動画も面白かったから、普通に面白い、テンポ良くて面白いんで、あの皆さん見てください。もう俺ファイヤー前に投げるのやめるわ。自分に跳ね返ってくるよねあれね。あー今井さーん、絶対自分に返ってくるんだよ。おさー、あー抜いてるこんにゃろ。今井さん今すごい当たり方しなかった。あのね、どっち行こうか迷った今一瞬。迷った、惑いました私。ハヤトだよ。いやもう最悪。第一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 三勝。いや第一マジで。いやパックンキノコ使わせろよ。そうなんだよな。俺この位置はパックンって持ってるだけで地雷なんだよなあれ。あれなほんま、パックンはもう引いた瞬間使わなきゃいけないレベルだよ。うん、あ即処理よ。前に出た瞬間にパックンが微妙にスピード上がるから、
微妙にスピード上がるけど微妙になのよ。本当に微妙なの。あれ本当になんか追い抜きとかなんか団子から出るにはいいよあのアイテム。ね。うわ、間違っておっしゃった。ミュートだろ。お任せしちゃった。あ、黒川が来た。黒川来た。ミュートシティは黒川で行くって決めてんだな。ミュートの黒川。ミュートの黒川だから。黒川か。二足全部決めたから。ミュートじゃない気がすんな。ごめんな。お前がミュートを選んでいれば黒川の大暴走が見れたのに。大暴走、意味合いが変わってくるんだよ。それ俺も見たかったな。あのアロマ焚いてくれるの待ってたんだよな。黒川が。いや、視聴者の皆様にもご覧に入れたかったですね、黒川。黒川、そうですね。俺も見せたかった、黒川。まあまあ、まあまあ言うじゃん、君ら。まあまあ言うじゃん。そんなに俺が見たかっただけなんだ。いやね。単純に Y も見たかった。いや、でも、個人的にはここやれて。下打つなよ。え、何、ね、間に挟むなよ、何かって。何か挟まってたんだよ。彼リズム取ってたんで多分今。あ、なるほどね。いや、確かにこの、あ、確かにこのコースは確かにリズム取るのすごい大事だから。そう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 。そうやな。しゃあない、そりゃそういうことやな。黙ってもうたぞ。黙ってもうたぞ。シロン君。逆半入ってる。逆半入ってる。落ちてる。もうこの世の中腐ってる。あー、やらかしたよ。おらっしゃ。危なぁ、そのバナナ怖ぁ。 あれ誰のバナナ、マジでよ。今のマジで温まったなぁ。今のバナナ、今のマジで温まったなぁ。今今日一のサウナだよ。今日一、今井さんそのバナナ、ね、あサウナサウナサウナバナナサウナサウナサウナ、あーやらかした、えぐいよサウナ。90位、金曜日だからって言ってあまり大声出しちゃいけないね。そうだ、壁ドンされた。うん、いや普通に俺のボリュームがでかかったなと思って今。なるほどね。あ、それは俺のせいじゃない。あれバッサン引いたかと思ったんだけどな今。残念、引かれてねえわ。いや、ならいいんだ。うわ、バナナ、このバナナはシロン君だな。僕ですね多分。あのショートカット抜けたところのやつでしょ。あ、そうですそうですそうです。おお、なるほど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 、そうかそうか。そういうところに置くの大事って今井さんほらね昨日言ってくれたから、ちょっと大事だよ確かに。うん、俺はその、俺がそうちゃんとね、君にそういう戦略を伝えたという事実をもう忘れてしまっていたね、今。なるほどね。おい、3位でスター出たか。化け物を作ったのは私だな。化け物言われたし。いいんだ、ストレで。いや、もう、最悪だ。いや、もう、もっと最悪だ。お、また出る、貴様か。危ねえ。え、なんでなんでなんで、もうダメだ、もうゴールしてたからだね。もうダメだ、もうダメだ、ダメだ、全員の心がふわふわになってる。ふわ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 、俺かけてる、俺かけてる。二連ちゃんってキラーだぞ。真ん中を走ってるからかな。お前ら、お前ら、お前ら、ボクセン入る、ボクセン。あっ、失敗でした。黒川バフまだ取っとかないとな。黒バフまだ使わない方がいい。今日使えないお前。寝ればチャージされっから。あ、そうだね。俺もう活動限界来てるから今。てかもう11時に終わるっつったのに。今もうバサンビーストモールだから今。今だって1時間のロスタイム入ってる。ロスタイム入ってるからね。長えな、ロスタイム。どんだけロスしてんやん。いや、それはもう同点で永遠と続いてんだよ。そりゃそうだろ。ロスタイムが。ロスタイムからの延長戦からの、うん、PK だ。PK。なんか昔ロスタイムってドラマあったな。あれめっちゃ面白かったの覚えてんだけど。誰も見てねえ。誰も見てねえ。おすすめ、キムタク主演、キムタク主演とかない。どん。おすすめと言われましても。どうで見るんだっていう話なんです。何をどう見る？何をどう見る？アマプラで見て。アマプラにあるのかよ。アマプラで見れるんだ。わかんない、アマプラで見れるかわかんないけど。
敵のこと言うんじゃない。おい、マジでよ。体格で吹っ飛ばすの、ほんとやめろよ。ここはヨーロッパのサッカーか。あるけど。あ、いや、もうモンキー。あ、モンキーだ、俺。モンキーなんだよ、ジョジョ。ゲーム。それを爆弾は本当にうまい。ほら、適当に投げたら当たるだろう精神でぶん投げてみました。ああ、緑コーラです。今のはマジで切れそう。あ、もっと切れそう。もうダメだ。あ、コーラ。やばいやばいやばい。もうやばいやばい。本当に本当に今12。俺も11なんだ。あ、なんでやねんな、なんでやねんな。なんでやねんな。やばい俺。やばい俺、近いうちに大変なこと起こしそう。何？ああ、ちょっと待って。やばい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 。あ、ファイブも持ってかれた。何？どうした？ワンちゃん。呼吸が、呼吸が。え？なんでまたスターなんだよ。キラー出せよ。いや、もうドリフトしてねえし、なんでやねん。おい、なんでずっとスターやねん。そりゃあかんてー。ああ、切れそう。やめろ、やめろ、やめろ。4レッパーだぞ。ああ、もうマジでさぁ。今井さんが後ろからスターで近づいてきた。なあ、兄ちゃん、チャカとダンビラどっちが強いか知ってるか。だからわかんねえってそれ。ああ。いつの間にかでも梅ちゃんが班長になってた。ほんとだ。黒川バフやめてた。うん、いやー、ちょっと温まってきたな。そろそろしまいか。しまいだ。ラストにしますか。ラスト？そうね。言うても3時間やってはいるからね。そうだね。まあ、この兵道会長だ。この後ね。やるんか、俺今日朝方からずっとやってたよ。兵道会長、あんま兵道会長っぽくなくなったんだ。まあ、だいぶ兵道会長っぽいけど。横はあんまりだね。ヒゲがね、ヒゲがね、横にシュッとこういかないんだよね。あ、どうしても。行くわけないよね。あのこう、こう上にビュンと上がる感じのなんかこう、なんだろう、あの、グライダーの羽みたいな感じになるじゃん、あの、ヒゲが。あれがならないんだよね。マジかよ。ミュートやらせろや。チーズ。150。チーズです。ハヤト。アパパ。アパパ。アパパ。エシロン君、君を見とるよ、後ろから。見られてる緊張でミスってしまった。おお。なんかすげえ挙動してる。なんかラグい。シロン君。作業中に見てるぞ。なんで？なんで？え、シロン君の配信作業中によく見てるよ。ありがとう。カード開けてるやつ。カード開けるやつな。カード開けるやつな。なんかあの本当に俺ずっと自爆しろって。うわ、もうマジでそれめちゃくちゃいいカード出すから、俺ちょっと内心こう、あ、いいカード出すやるじゃんって思う反面、いやここはでも配信的にやっぱ。なる俺が。いやでもね、キコの SR 引いた時は完璧やった。あのね、カトレアかと思ったんよ、あれあれ。カトレア今もう2万ぐらいするからね、倍になってるよ値段。手が震えてるやつすごい好きだったよ。ああ、あのブラッキーかなんかで、ね、そう、ブラッキーかなんか出しただけ。ブラッキーかなんかね。ブラッキーはビビって、ちょっと待ってちょっと待ってっつって、あの尾形めぐみさんみたいになってたのちょっと好きだったよ。あ、逆半入ってるし。あーなんか、あーなんか、あーやばい、あーやばい、あーテレサー、お前、あー俺なんかタヒチ行きたい、タヒチ、タヒチ行きたいわ、タヒチ。あー重い、石垣島行きたい。わかる。わーわー、ハヤト、はい、東京のさ、あそこ行きたいんだよ。あ、青ヶ島行きてんだよ俺。青ヶ島。おーおー、爆弾ね。あーな、あーあっちの方か、下の方か。あ、そう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 、あの小笠原諸島よりも、はいはいはい、下地で来たな、今誰か。今誰が出たな、今。
下内側のホッチキスで書類止めてるかどっちかだ。今のでも俺書類止めてたように聞こえたんだよな、気のせいかな。あ、もう普通にカッチンって聞こえたよ、ね、カッチンってすげえ機械的な音だったよ、ね、なんかすげえ機械的な音だったけど、すごい機械的にカッチン言うだけど今。お前マジで許さんからな、バスター。あー、兄か。ドンキ早い。あれ、もしかして今のあれでジャブさんダメ入った？何であのタイミングでクラクション使ったんやって思った。あれね、俺ね、間違えちゃったんだよね。そのせいで俺は2位になれなかった。あ。いやー、今回マジクソガチで温まったな。やばかったわ今。あ、マジでカッチンカッチン不思議だ。ガチでやばかった。抜けるで。抜ける？オッケーオッケー。戻ります。はい。ガチで今の危なかった。マジで本気の暴言出るとこだった。あぶねえ。保ったぜ。威厳。これさ、言えることただ一つなんだけどさ、多分遊びとしてマリカやってる分にはめちゃくちゃ面白いんだけど、うん、あのガチの練習でやってる分。クソつまんねえからなおさらなんだと思うわやっぱり。いやそうね、マジで来た、本当に今回はやばかった。あボム兵3、4回ぐらい食らってるからね俺。そんなに食らったねボム兵。それめっちゃ食らってんじゃん。いや危ない。でも危ない、はい、そんなところで明日の意気込みをぜひということなんですけども、はい、明日の意気込み言うたところでもう明日なっちゃうんだけどさ。そうなんだよ、大事、でも大事、うん、大事大事。誰から言う？じゃあ俺から。はい、じゃあバッサン。はい、しゅしゅしゅ、あ、ちょっと待って眠気が。まあ明日ね、まあ優勝もうこれしかないんで、やってくる。まあ、あの明日の、まあ、ためにコンディションをちょっと整えて、まあ、あの、まあ、完璧な、状態で挑めたらいいなと思ってますので、皆様応援の方よろしくお願いいたします。はいはい、続き、次、とりあえず B ブロックからは一人三上決勝進出。はいで、はい、頑張ります。はい、次なんとか出したいね。よし、そうだね、うん、次じゃあ Y いきます。そうね、ファンを増やしたいね。そうだね。ファンを増やしたい。でそのためにだから今回本気で練習してんだから。そうだね、うん、うん、うん、そうだぞ。この名声なんてどうでもいいなんて思ってたら俺は普通に冷凍535のまま出るぞ。あ、よう上げたよ本当に。上げたよ本当に、原稿あんのにさ。うん、はい、え、以上ですか？あ、以上か。はい。はい、次俺、次俺。はい、よし、最後免れたぞ。とりあえずあの三上の視点取るのが僕になってしまっているため、はい、まあまあなんかすげえ頑張んないといけないなと思いつつ、なんかとりあえず楽しめればいいなと思いながらやります。はい、頑張ります。じゃあ僕か。三上の視点主じゃないからね、僕は気楽に力、肩の力を抜きながらね、でも本気を出してね、3位狙っていくかな。3位に入れば決勝いけるから。志低い。心志低い。じゃあもう予選1位決勝1位通過でいきますよ私。おい、よく言った、はい、よく言った、よく言った、よく言った。寝ずにレート1万まで上げるぞ。寝ろ一夜漬けは大したことないからやめとけ。本当に6時間ぐらい寝ないとマジでパフォーマンスに影響出るから、うん、出るよ、うん、じゃあ今日はね、あのちゃんと寝て、皆さん寝て、はい、うん、明日の試合に挑めたらいいなという感じですよ。はい、明日もう今日になっちゃいました、うん、あれ、うん、まだ誰、あれ、あ、もう全員言った、言ったね、うん、ジャム君言った、
言ったよ。言ったよ。ねえ、もう。疲れとんのよ、みんな。はい、スカちゃんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日はありがとうございます。はい。バさんが言う？あ、俺、ほら、配信ページじゃないから、読み上げちゃって。オッケー。じゃあね、本日、ごめん、最初にくださった方が、もう消えちゃってるので、チャンネルページの方から確認します。少々お待ちください。いやマジで。いやでは本日ね、美咲さんと宮城さん。はい、宮城さん。ありがとうございました、スパちゃん。ありがとうございました。美咲さん、やっぱりあの、僕の、庄司の庄司。僕のリスナーさんの方の美咲さんやね。ああ、よかった。じゃあ、あの美咲とはまた別人という認識でよろしい。だって、同時に食って消えたわけだ。どうなんだか分かんないけども。はい。なんとも言えないけども。まあ、それは置いといて。違うんじゃない。というわけで、たまたまもう一人いたってことで。うん、そうしよう。うん。はい。大丈夫かい？はい、閉めて。はい。はい。ということで、お疲れでした。ちょっと待って、はい、もう僕が言うから。というわけで、本日18時、はい、7月10日18時から、マイクラ実況者マリカ杯がスタートします。はい。はい。三上重工のチャンネルではね、武士に行きが、画面主をやります。それ以外は個人で、ね、個人のチャンネルの方で、画面主をやりますので、ね、今のまあ、おのおの、ツイッターとか見といていただけると、告知がされると思うんでね。そうですね。あ、そうだね。今のうちから登録していくっていうのもね。ね、1個の手ですから、はい、ぜひよろしくお願いいたします。で、下の方にツイッターの ID あるんで、そちらの方からフォローよろしくお願いいたしますね。はい。はい、で、明日ね、7月11日。ああ、そうね。これはこれでまた、はい、ね、我らが小説家、三上重工の小説家、今井三太郎が誕生日でございますから。はい。はい、また、言っちゃっていいんじゃない？言っちゃうか。言っちゃいます？何やる？言っちゃいます？じゃあ、今井さん発表お願いしてもいいですか？そうですね。まず前回、そうですね。シロンくんが何やったんだっけ？ジャンプキングだ。ジャンプキング。バッサーさんが？ホラーゲーム。ファイブナイトアップ。VR フレディ。VR フレディ。で、梅ジャムがうんこダイス。うん。うん、で、武士に行きがオールタイフ4。はい。うん、今回なんと、マインクラフトです。はい。マインクラフトです。お待たせしました、マインクラフトです。マインクラフトです。マインクラフトで何を？マインクラフトにそんなしんどいのあったっけみたいなね。はい。あるんですよ。すごくシンプルだけどしんどいやつが。あるんですね。皆さん、ウーパールーパーというのをご存知ですか？あれ、なんか4種類色があるでしょ？実はね、幻の5種類目というのがありまして。青いウーパールーパーがなんとね、繁殖の時のみ1200分の1の確率で出るっていう。はい。まあ、青いウーパールーパー出るまでやりましょうという話ですね。はい、翌日月曜日ですよ。ちなみに僕クリエイティブでちょっと頑張ってみたんですよ、1時間ぐらい。出なかったです。当日はまずウーパールーパーを探すところからやらないといけないからね。その後はクリエイティブでやらしてよ、さすがに。え？熱帯魚収集も。熱帯魚集めるところからやったらほんま年単位でかかるぞ、あれ。言っとくけど、1200分の1舐めちゃいけないよ、マジで。俺は舐めてかかってた。本当にさ、今井さんさ、まあ例えばなんだけど、まあ言えば1時とか2時までやることになりました、でも俺たち明日のこと考えなきゃいけないので寝ますってなっても今井さんやるの？当たり前だよ、青いの出るまでやるんじゃなくてんだよ。なんなら朝おはようっつってつまってなんなら、ちなみに月曜日俺忙しいから、まあまあ12時ぐらいに寝るからね。僕も1時まではないです。ちょっと早めにね、その分始めましょうね。そうですね、そうだね。どれだけ遅くなっても構わないよ。動画の方なんですけれども、今週の日と、はい。で、本当はね、昨日金曜日に投稿したかったんだけど、ちょっと仕事が忙しかったんで、まあ、折を見て、この、まあ、明日土曜日はあれだな、みたいな、日曜日のその配信の、どうする？前がいい？前だよな。あと分かんないよな。うん、前だよ。前、
投稿するんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい。はい、我々はラスベガスに向かいます。はい。あの写真はなかなか。みんな集まった中で言うの初か。うん。うん。うん、まあ頑張ってくれたまえ。あの写真ね、でもね、僕ね、編集しててね、よくよく見てみるとね、車体にね、ホテルが反射してたなっていう。ああなるほどね、うん、俺はずっと言ってるけど、うん、あの写真はシロン君のせいだからな。なんで？どういうこと？ずっと言ってるからね俺。ええ待って、どういうことそれ。そもそもシロン君が俺に伝えた時に、うん、どういうのを撮ってほしいみたいな、一回提出した時さ、うん、多分最初に回ったあの5個4個とかだったと思うんだ、うんうん、その後もうちょいなんか欲しいって話をした時に、なんか何でもないところ撮ってきてくれって言われて、何でもないところみたいな、どうしようみたいな、カンニング竹山っていう話をしてるんだ。待って、後で過去ログを僕は見直すぞ。うん、いいよいいよいいよ、確かそうだったぞ。俺多分それ忙しくて見れてないんだけど、俺は初耳にござる。枚数はもっと欲しいなっていう話はしてる。で、どういうところがいいみたいな話をしたんだよね、うん、そう、確かシンプルに俺がどうすればいいかなみたいな話になって、そこで相談した時になんか普通に道中とかでもいいよみたいな話になって、んまあ道中っていう言い方はしてないけど、いや、そんな感じの話をした記憶が俺はある。それから俺多分撮った。捏造してんじゃないの？僕はもう。してない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 。みんな私のために争わないで。あったあった。あ、待って。ちょっと待って。これだよな。スクショ貼ったらあれじゃない？おや。配信に。おや。うん。おや。ちょっと待ってね。リスナーさんも真実気になってるだろうから。おや。説明だけだけど、まあ。ここにジャンプできるやつを貼ってくれれば、ね、うん、メッセージリンクをコピー、これで、この前でその辺の町並み、ごめんね、それは俺言ってたわ、すまん取っておきますわって言ったところで、うん、いやいや、ほら、何でもないところっていう話ではないじゃん。いや、で、それを俺は肯定されたと思ってそのまま取ってるから、いやいや、意外性がっていう、ほら、でも、まあ、仮にね、武士兄くんがこれを取ったとしても、これ、ほら、この間、今井さんと話してたんだけどって言ってるけど、今井さんと僕に自ら帰ってきたっていう話になるだけですから。そう。見苦しいな。かなり後ろに自由の女神映ってたりとかっていうのがあったから、結局、それって、分かりやすいものが遠くにあるものだよな、からのこれなのよ。あのラスベガスは何も映っとへんやで。まあそれに関しては俺なんであれ入ってんだろうなと思ってるけど、うーん、君が送ったやつ入ってたからですよ、うん、それに関しては、ああ悪いことしたかなって思ったけど、はい、まあということで、私たち会話が足りなかったですね今回。そう、お互いの、ね、アンジャッシュのコントみたいなすれ違った状態で始まっちゃったから、ああいうことになったんや。俺バカだから今の話聞いてて思ったんだけど、単純にシロン君が悪いでいい、うんうんうん、僕と今井さんとくるぶしが悪い。あ、流れ玉が来た。責任の所在はどこにもない。、うん、ただただじゃあ今とりあえずこの話を総合して考えると、うん、バッサーさんと、まあ、梅ジャムさんが被害者だということだけは、それだけは間違いない。ただただ彼らは巻き込まれた。そうだから今井さんとシロン君に関してはちょっと謎だし、俺はまあ取った側だからね、それ俺には責任はあるさ、その2人にあるかどうか。高い方が面白いね。そうか、はい、そうだね。ということで、まあ、面白くなってるから、はい、はい、結果、これは大変非常事態宣言を、覚えないということまあね、まあ今日、まあちょっと僕もね、今ね、本当に衝撃がすごすぎて、本当にちょっと言葉がもう選びかねて。まあ動画の本編内でも言ってたけど、
あの趣旨伝わってなかったね。動揺隠せないんだけど、どうしたらいいの。伝えた僕らも悪かったが。やばい。はい、ということで、はい、今日はこれにて、マリカ配信終了ということで、はい、明日もね、皆さん見てください。よろしくお願いいたします。ということで、はい、よろしくお願いします。お疲れさんぼ、お疲れさんぼ、お疲れです。